どうも、大変長らくお待たせいたしました。ゆずきの部屋でございます。今週もよろしくお願いいたします。さあ、私がゆずきの部屋の管理人を務めております、スクラップの謎みんこと瀬戸口俊介です。お願いいたします。さあ、昨日のゆずきの部屋のフェスでですね、解禁されましたジングルが、流れましたね。素晴らしい。マイク越しの、スピーカーマイク越しのジングルだったと思います。さあ、今日の主役お呼びしましょう。大黒さーん。はーい、大黒ゆずきでーす。大黒さーん。どうしちゃったんすか、増えちゃって。どれが喋ってるかわかんねえ。どれだ、どれ、どの大黒さんが今喋ってんの？あ、プレゼント持ってるやつです。あ、これか、じゃあ、大黒さん。そうか、今日生誕祭だったからプレゼント持ってるのか、大黒さん。そうです、そうです。そうなんですよ。ありがとうございます、皆さん来ていただいて。時間ないですよ、こんなことして。あ、大黒さん出てきた。いや、お待たせしました。お待たせいたしました。すいません、お待たせしてしまって。ご紹介お願いいたします。はい、シャチの紫パープルかっかり大黒ゆずきです。よろしくお願いします。お願いいたします。大変長らくお待たせいたしました。今日もですね、少人数、そして、換気バッチリで配信しておりますので、電車の音と入りますが、そちらは、お許しいただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ早速なんですけど、大黒さん、このゆずきの部屋がどういった配信番組かを伝えていただいてもよろしいでしょうか。はい、毎週月曜日の夜21時から YouTube のシャチのチャンネルの方で生配信しております。リアル脱出ゲームでおなじみのスクラップから瀬戸口さんと、はい、シャチの大黒ゆずきがたまにゲストをお迎えしながら、謎解きに挑戦したり、いろんなコーナーに挑戦していく生配信番組となっています。はい、ありがとうございます。はい、ゆずきの部屋というタイトルにちなみまして、この配信をご覧いただいている方はルームメイトさんとお呼びしております。はい、シャシさんのファンの方、タフミンさん、そして今日のゲストのファンの方もこのお時間だけはルームメイトさんとお呼びいたしますので、よろしくお願いいたします。じゃあね、大変長らくお待たせしてしまっているので、はい、もう早速ですが今日のゲストさん呼びたいと思います。はい、じゃあ大黒さん呼びかけてください。はい、バッテン少女隊から上田莉子ちゃんと木山愛ちゃんでーす。イエーイ。どうもお願いします。お願いいたします。私たちバッテン少女隊だー。イエーイ。すいません、大変長らくお待たせしまして。ありがとうございます。ありがとうございます。おかしいと思いますよ。待たせてることに対して俺言われても困りますけれども。さあ、昨日ぶりでございますね。昨日ぶりです。すいません、お忙しい中ゆずきの部屋フェスに出ていただきまして誠にありがとうございますですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、うちの先輩この衣装。めっちゃ可愛いです。これ今日のね、生誕祭でのそう衣装のままですよ。これに衣装のままこれにリュックを背負ってそうです来ていただきましたよ。はい、素敵な衣装でございます。ちょっとそのゆずきの部屋側の人間と場所さん側の人間の衣装の差がちょっと強すぎるなと思いますけど、うちらの方が目立っちゃったよ。くない、ね、よくないんだよね。まあ、そのあたりも楽しんでいただければなと思っておりますので。持っている気がするから、はい、指でゴリゴリ拭くね。何してんの、大黒さん、どうしたの？曇ってる気がしたから。カメラのレンズが。せめてティッシュとかで拭いてくんない？大黒さんの指のその、なんていうの、肌色がもう強い肌色が今映っただけだったよ。大黒さんの親指、皆さんご堪能いただけましたでしょうか？贅沢な配信で今日もお届けしたいと思っております。じゃあね、ちょっとお時間なので、もう早速でございますけど、いつものコーナーから行きたいと思います。じゃあ、大黒さんお願いします。はい、今週のシャーチと、今週のバッテン少女隊。はい。イエーイ。いやいや、ちょっと大黒さん、イエーイって言いながら吹くのやめてください。これさ、タイミング間違えちゃった。タイミング絶対違うでしょ。さあ、というわけで、今週のシャチと今週のバッテン少女隊は、シャチのメンバーであります大黒さん、そしてバッテン少女隊のメンバーであります木山さん、上田さんが自らの言葉で一週間を振り返っていくコーナーとなっております。はい、さあ、まずはじゃあシャチさんからいきましょう。大黒さん、いかがでしたか？はい、シャチはもう、ゆずきの部屋フェスの、リハーサルが、ありましたね、はい。うん。たくさんリハーサルをしてたんですけど、はいはいはい、まあ、私自身がコラボをさせていただく曲があったりとか、はいはいはい、まあ、シャチのライブパートもありましたし、そうですね。まあ、なんといってもね、瀬戸口さんとのコラボも、うん、一部二部で一曲ずつあったので、はいはいはい、それの、
リハーサル？そうですね。お付き合いいただきまして。いや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 。結構でも、瀬戸口さん、本当に、はい、私たちと合わせたのが、その前日のリハだけだったんですね。そうですね。前日1時間ちょっとぐらいですかね。そう。で、前日の日に、その、はい、私たちの、構成とか、はい、ダンスとかやってくださってる、うん、その、拓也が来てくれて、はい。そうですよ。そう。拓也さん自らね、振り付けを教えてくれるんですけど、もうすげえ嫌でした。なんで？いや、緊張しますよ。ゴリゴリのプロから、ゴリゴリの素人に、ダンス引き継がれるってやばくないですか？でも、私、もうめちゃめちゃ不安だったんですよ。はいはいはい。その、一曲やったのがそのロケットクイーンっていう曲で、はいはいはい、その曲はその踊るパートがなかったから、うん、そのラップだからそんなに心配してなかったんですけど、はい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 、あの、ユーっていう振り付けは、はいはい、瀬戸口さんがもうずっと好きって言ってくださったから、はい、好きな曲です、はい、そのコラボさせていただいたんですけど、はい、ユーの振り付けってすごい、なんか細かいし、そうおっしゃってました。そう、細かいし、結構ややこしいし、その1番、2番とラストで違うから、はいはいはい、なんか、すごい、なんていうのかな、コラボするのにはすごい難しい曲なんですよ。はいはいはい、言ってましたよ。それも、拓也さんも。そう、めっちゃ不安だったんですよ。あ、いや、僕、いや、その、じゃあやるな僕がめっちゃ不安だったんですよ。そのね、で結局その U の振り付けをメインにじゃあやりましょうと拓也さんの、うんうんうん、リハの時言われて、やったんですけど、拓也さん疲れてたんですかね。1時間半ぐらいしたら、よし、完璧っすねって言い始めて急に。優しいんだけど、あ、じゃあ大丈夫じゃないですか。じゃあ休憩しましょう。じゃあ休憩。そのままペラペラ喋って、尺終わって、そのままじゃあ僕帰りますって、拓也さん帰ってたんですよ。あ、そうだったんだ。そうです、そうです。そういう感じだった。はい、まあ、けどなんかちゃんと教えていただいてありがたかったですけど。え、でも、はい、その前日のもうリハ来た時点で結構すごい感染しててびっくりして。いやいやいや、もうめちゃくちゃ怖かったっすよ、もう。なんかやっぱお家とかで練習してくださったんですか？その拓也さんのリハ終わって、うん、ちょっと一回冷静にね、映像とか見て、うん、で、その翌日のそのシャシさんとやるリハの前、夕方だったんでね、うんうんうん、昼間やりましたよ、一、うんうん、人で。いや、ありがとうございます。とんでもないです、すいません。なんかね、来るたび、見るたびになんか上達してって、ダンスが。本当ですか、ありがとうございます。そう、なんか成長を見守ってる感じがしてね、はいはい、すごい楽しかったです。え、木山さん、どうでした？見てました？コラボのやつ。はい、もうしっかり瀬戸口さん見てました。どうでしたかね、私。かっこよかったです。本当ですか？かっこよかった。たぶん、バシオさんはあれですよね。一部のロケットクイーンの方をご覧いただいてるんですもんね。なんか横のところにいてくれてたよね、バシオちゃんの。あ、そうなんすか？はい。そう。そうなんだ。全然気づかんかった。嬉しかった。みんな来てくれてて。え、上田さんどうでした？上田さん。コラボ曲、ロケットクイーン。瀬戸口さんが一生懸命、うん、スマホで見てる後ろ姿を眺めてました。全然正面見せてないじゃん、私。そっか。いや、申し訳ない、申し訳ない。ありがとうございます。すごかった。いや、ありがたいですよ。まあまあね、僕の話は後でね、後でっていうかもういいんで、大丈夫なんで、この後の話していきましょう。もう、で、チャイさん、他は大丈夫ですか？あとは、本日生誕祭があって、そうだ、うん、っていう、すごい結構充実した、結構その、そう、生誕祭のリハもしなきゃいけないじゃないですか。そうですね。一回しかしてないけど。すごっ。なんか、ボイトレはめちゃめちゃいっぱいあったんですよ。あー、なるほど。そう、ボイトレはいっぱいあったんですけど。はいはいはい。リハ自体はそんなになくって。はい。だから、でも、一人でやるやつだから、全然家とかでもイメージトレーニングできるので、はいはい、それでやって、で、ゆずきのヘアフェスやって。はい。もうめっちゃ充実してました。なんか今週の一週間、ボリューミー。めっちゃテンション高いですもん、やっぱ。え、今日テンション高かった、めっちゃ。テンション高かったです、生誕祭含めて。うん、めっちゃテンション高かった。よかった、よかった。あ、なんか今日ね、会場 BGM でね、大好きなジャンジャンジャンかけちゃった。やったー！ありがとうございます。嬉しい！バッショちゃんのさ、曲ほんと大好きで。はいはいはい。でもね、ずっとね、なんか、乙女でしてとか、キラスマイルとか、うんが、なんか一番好きだったの。なんだけど、なんかここに来て、じゃんじゃんじゃんがめっちゃなんか上位に来ちゃって、自分の中で。え、なんかね、なんかハッピーなんだけど感動するの。なんか、私の心をなんか来る感じがして。ですって。今日ね、流しちゃった、また。テンション上げるために。会場中にテンション上げるためにね。そう、じゃんじゃんじゃんと、東北産の伊達サンバかけた。
大好きだな。大好き。スタプラボカリズムの皆さんのこと。うん、大好き。今日ね、多分生誕祭に来てた方でしょうね。あ、かかってましたねとか気づいてる方もたくさんいるみたいですよ。しかもなんかある程度入ってから聞いてもらえるような。曲順に入れた。最初の方だとさ、まださ、最初の方の人しか入ってない。はいはいはい。いや、全然じゃあどうしても聞かせたくて、はいはい、ある程度入ってから聞けるだろうなってところに。優しい。そうか、まあ、直前にね、テンション上げたいからね、好きな曲を大黒さん自身も聞きたいしって感じだ。そう。あ、素晴らしいって来てますよ。かけさせていただきました。ありがとうございます、本当にね。素晴らしいことでございます。ありがとうございます。じゃあ、いろいろ、はい、リハとか生誕祭ありまして、はい、その話もまた後ほどできたらなと思っております。はい。さあ、バッショウさんいかがでございますか？今週1週間。はい。私たちバッテンショー自体は、秋にツアーがあるので、そのための振り入れを、ちょっともう、一日作っていうペースでがっつり入れていました。うわ、すごい。すごいハイペースでやってるんですね。うん。そうですね。ちょっとね、いっぱいあるもんね。もうん、ね。でもだいぶ、終わって、はい、うん、あとほんと何曲かになってます。うん、6曲っすか？何曲かになってますって言ってたから6曲なのかなって今思ったんですけど。それでは6曲ではないですか、木山さん。そんなに思うこと少ないの？じゃあもうだいぶ研ぎ澄まされてきてるんですね。あれですもんね、昨日の、1部と2部の、フェスの間に、ゆずきの部屋の方の、特別配信したんですけど、その時もおっしゃってましたよね、その、なんか、回によって違うんですもんね、ライブの。言ってた。雰囲気というか、いろいろ。そうですね。そっか、だからいろいろやんなきゃいけない。1部は、アルバムを、うん、そうです、アルバムをメインにしてる曲、うんうん、あ、曲っていうかライブになってて、うん、2部は、また今の私たちのライブがっつりやるので、うんうんうん、なんか、もう両方ともにね、入ってる新しい曲がどんどん入ってくる。新メンバーの2人は。なるほど。そっか、じゃあ新体制になって初ツアーになる？そうです。そうですね。楽しみ。そうっすね、確かに。めっちゃ楽しみです。もうさ、はい、バッショちゃん良すぎてさ。好きだな。なんかさ、喋っちゃってるけどさ、はいはいはい、なんかもう昨日さ、私たちリハーサルからがっついて見ちゃって、なんか春が最初に言ってたのね、うん、なんかキーナちゃんからレッスンもらったみたいな感じで言われたから、なんか、私たちももらいたいと思って、ほうちゃんともうめっちゃがっつりレッスンもらえるところに行って、めっちゃ可愛かった、なんかね、どこ切り取っても可愛くて、私も早くワンマン行きたいです。あ、でもちょうどなんかゆずきちゃんが来てくれた時がなんかオイサをやってたんじゃないですか、うんうん、やってた。いや、から私これゆずきちゃんの方見たいけど目やったら絶対笑っちゃうから。なんでよ。なんで笑っちゃうんだよ。どういう笑いって、どういう笑い、嬉しいからってことですか？どういう笑いなんですかそれは。なんか嬉しいのもあるけどちょっとなんかにやけちゃいそうだったから。ちゃんとリコのおいさの前、ゆずきの部屋出た時に話したけど、はい、なんか、ぶち上げのげがなんか、くってなってるんですよ。あの音源でね、はいはいはい。それを、ちゃんと確認しました。完全再現。確認しました。さすがですな、やっぱり。うん、ちゃんと。本番もなってましたか？なってた。本番もなってました。うん。でも嬉しい、聞けて、それが。そうか、そのままですもんね、うん。いつも聞いてる音源のままお届けしてくれてる。ね、めっちゃね、音源と変わらない。ライブの歌声が。いや。ほんとまあ、バッショウさんもそうですし、シャシさんもそうだけど、当たり前ですけど、みんな歌うめえっすね。歌うまい、みんな。全グループお上手だった、ほんとに。いや、ほんとに。で、バッテンショウタイさんはね、大黒さんがゆずきの部屋で、これやってほしいっていう曲を全部網羅していただいて。もうね、すっごいね、だからね、もう嬉しすぎて、メンバーみんなに自慢しちゃったの。これ私のためのセットリスト。私のためって言ってないけど、なんか私がなんかやってほしいって言ったやつ全部入れてもらったから、はい、みんな私に感謝してね、みたいな。なんかまあ、大黒さんが好きな曲は多分、私のメンバーさんも好きだな。みんなね、好きなの。はいはいはい、そう、乙女でしてとかもめっちゃみんな好きって言ってて、だからなんか、うん、私が言ったからやってくれてるんだよ、みたいな。聞けてよかったねって。レッスンまでもらえちゃって。ゆずきちゃん。はいはいはい。ゆずきちゃん4曲くらいあげてくれたんですよ。うんうんうん。4曲くらいあげてくださったんですけど、うん、でも4曲に、うん、あと私たちの最新曲のフリーな波に乗ってと、あと、まあ、シャチさんともコラボをさせていただいたことのある、おっしょいも入れようってなって、うん、で、あと、まあ、VR とかもあるけど、でも、
なんかまだ若干曲数足りないかなみたいになって、うんうん、でポポさんに聞いたんですよ、マネージャーさんの。なるほど。そしたらすごいこう悩まれた結果10曲ほど送りすぎだ。もうがっつきすぎじゃん。それは悩んでないな、もう。もう絞りきれてないもん。絞りきれてないよ、それは。それはね、でもね、あ、いいよ、愛ちゃん、何？なんかその送ってくださった曲の中から、うんうん、まあ何曲か何曲か入ってるから、うん、いっかーってなって、いっかーってなって。じゃあなぜわざわざ相談したんだ。あー面白い。だってポポちゃんもバッショウちゃんの愛強いから、なんかバッショウちゃんのメンバーにはよく言ってるけど、なんか知らないけどもめっちゃね、そのバッショウちゃんがライブあって生配信があるライブとかあるじゃないですか、はいはい、なんかそれの後とかはなんか二人で車乗ってたりするとなんかバッショウちゃんの曲を絶対かかってるんですね。でかかってて、なんかこの曲はここが良くて、上田さんのここが良くて、木山さんのここが良くて、ブルブルブルみたいな感じで、全然音源聞かせてくれないんですよ。ずーっと説明入ってるから。ポポさんのライナーノーツ。そう、すごくて。ライナーノーツ。で、なんか。朗読してくれるの？そう、もう。かっこいい。すごいの。もうバッショウちゃんの愛強すぎて、なんか一緒にライブ行った時も、なんか、結構席離れてたんですけど、なんか顔で、イェーイ、楽しいね、みたいな感じで、なんか、目を合わせてきたりとか。ポポさんからのレッスンもらっちゃって。そう。なんかすごい感じるから、素晴らしいな、すごい愛が強いなって思って。言っときますけど、大黒さんほぼポポさんと一緒っすよ。愛情の強さ。言っとくけど、ゆずきの部屋見てたらバレると思うけど。あの、メンバー全員そうだから、そういう感じだから。そう。そう。溺愛してる。溺愛ですって。溺愛してる。キャンマーさん嬉しいっすね、そうやって言ってくれたらね。本当に嬉しいです。かわいい、本当に。素晴らしい。じゃあ、そういったライブのリハとかを今、バンバンやってらっしゃるってことなんですね。そうですね。なるほど、ね。忙しいわ。そんな感じでございますか、とりあえず今週は。はい。はい、ありがとうございます。うん、この後ね、絶対、ゆずきの部屋のフェスの話、具体的にしていきたいと思いますが。いっぱい話したいね。さあ、以上ですか、今週シリーズは。あ、あります。お願いいたします、じゃあ、小黒さん、はい。はい、今週のスタプラ速報。はいよー。何ですか、このコーナーは。こちらのコーナーはですね、うん、ダストプラネットっていう私たちが所属しているアイドルちゃんが集まるね、はい、そのチームがあるんですけども、うん、その中でローカルで活動してる、まあ、今来てくれてるバッショウちゃんと、はい、いきなり東北さんちゃんの2組の、ことを紹介するというコーナーとなっています。うん、はい、でこちらが、まあ、ちょっとバッショウちゃん今いるんですけど、うん、ちょっと今日、なんか、うん、下調べできてなくて。あら、まあ、まあ忙しかったですからね、この人。だから、はい、ちょっと私的なそれぞれのグループの感想を話していいですか？結局まあいいですよ、いいですよ。じゃあそれさ、これ後の話でまとめたらいいんじゃない？わざわざ足りないのよ、尺が。え、尺が足りないの。いや、だからそれを丸ごとどそんな話やっちゃおう、先に。あ、そうか、別の話やっちゃいますか。じゃあ聞きましょう、聞きましょう。フェスの話やっちゃうか、じゃあ。いっちゃう？でも、立花彼も届いてる。じゃあ、それは合間に入れていこう。あ、わかりました。いつ来るかわかんないから、皆さん、ルーメイドの皆さん、油断しないようにしてくださいね。いや、コンルナもいつ来るかわかんないからね。ってか、じゃあ、いいね。もう、ゆずきの部屋、フェスの話します。ね、もう、いろんな時間もないからね。じゃあ、大黒さん聞かせてよ、じゃあ、感想。じゃあ、大黒さん主催としてね。そうですね。まあ、本当に、その、全体の感想としては、はい、まず、その、なんだろうな、スタプラのファンでもあるので、私が。うん、かすごいファンとしても楽しみつつ、うん、そのホストとしても、なんか、務めつつみたいな感じの、うん、なんかすごい複雑な立ち位置だったんですけど。うん、複雑な立ち位置。だいぶ重く捉えてたんですね。なんかね、完全にその、全グループ、はい、すごいなんか楽しかったし、うん、でライブの見せ方めちゃくちゃ上手だし、はい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 、なんか嬉しかったです。そのスタプラフェスとかでしか見ることなくて、うん、でそのゆずきの部屋っていうののご縁から、うん、そのたまにワンマンにお邪魔させていただいたりとかもしてたけど、はいはい、なんかがっつりライブ見るの初めてのグループとかも結構いたんですよ。アメフラシさんとか、はい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 、からなんかすごい新しい発見があって、はい、でゆずきのヘアフェスに向けてすごいたくさん予習も
したんですけど、してましたね。なんか本当に沼だなって思いました。全グループ良すぎて。改めて。うん。思いました。なんかね、スター打色っていうのが私あると思ってたんですよ、今まで。なんかみんななんかどこか似てるみたいな勝手なイメージがあったんですけど、ね、根っこの部分とか、うんうん、でもなんかその中でも全然そのグループによって色が違って、でその色もなんか被ってないんですよ、うんうん、あんだけグループいるのに全然被ってなくて、はいはいはい、なんかそれなんかいいとこ取りみたいなしちゃった感じ、気持ちになって、すごい満足感もあったし、でゆずきの部屋がこんなにフェスを開いてしまうなんて思ってなかったから、はい、もう単純になんかいろんな気持ちになりました。嬉しいし、幸せだし、感動するし、楽しいし、可愛いし、みたいな。なんかいろんな気持ちになって、はいはいはい、すごいなんかそれがファンの人にも伝わったんじゃないかなと思いました。それぞれのファンの方々の感想を見てると、そのご自身が推してるグループさんが楽しそうにライブやってたのが嬉しかったって感想、めちゃくちゃ嬉しいなと思いました。嬉しい、それは、ね。なんかありがたい感想だなと思って。その全グループ良かった。木山さんとか上田さんとかこうファンの方から何かこうね SNS とかでコメントとかいただいたりしました？感想とかって直接もらったりしました？上田さんどうですか？あのブログ、うん、私がもらいました。あ、うん、そっか、ブログ、そうだ、疲れてるのに書いていただいてましたもんね、お二人とも。ありがとうございます。ありがたいですよ。なんか嬉しい感想もたくさんありましたか？もちろん、うん、配信で見てたけどすごい楽しかったって言ってくださる方も、うん、そうだね、そういうのもあったね。あ、そうか、木山さんはあれか、ブログも書いてたけど、でも本当に何やに、うん、いよりこ上田さん諦めないでいいよ。ごめんごめん、上田さんなんすか。いや、なんかあのゆずきの部屋の雰囲気がなんかすごいそのまま楽しめて楽しかったですって方もいらっしゃいました。本当ですか？嬉しい。ゆずきの部屋の雰囲気が。ね、出てるならよかった。ね、それ嬉しい。そう、あの、それぞれのグループさんの出番の後は本当に5分間ぐらいしかお話しする時間なかったから、うんうんうん、そういうのもちょっと感じれるならありがたいことでございますよ。ね、木山さんとかはそのブログもそうですけど、ショールーム個人でやられてる。え、ね、仏法配信、ね。仏法配信っていうタイトルじゃないですよ。そんなタイトルなの？本当にね、仏法がね、神すぎて。大好きなの、仏法。いや、そのエピソードはね、うん、最高ですよね。仏法配信、その仏法配信の方でも感想戦的なのやっていただいたようで。ありがとうね、疲れてるのに。いや、なんか本当にゆずきちゃんが選んでくださった曲が、うん、の瀬取りがすごい好評で、うん、なんかゆずきちゃん神だ神だ。うっかの川瀬さんには仏と言われるわ。万象の木山さんからは神だと言われ、大倉さんどこ行っちゃうのマジで。ちょっとあまり高いとこ行かないでよ、置いてかないでよ、ちょっと。ちょっとついてきてよ。ついてきてよ。もう天女みたいに見えてきました。これで。羽衣も迷ってんのかなと思って。嬉しい。そうか、いや嬉しいっすね、うん、ありがたいわ。いや、その今コメントがね、仏法のことしか今コメントないわ、チャット欄の方は。YouTube の方は本当面白かった。木山さん的にどうでしたか？じゃあ感想を教えてほしいかな、木山さん。今回のゆずきの部屋フェス、全然個人的でもいいですし、なんか全体の雰囲気でもいいですし、うん、なんだろう、なんか本当にファンの方、ルームメイトの皆さん、すごい優しくって、うん、で、なんだろう、後ろの方も一緒にジャンプって言ったら、こうジャンプしてくださったりとか、うん、すごいこういうのが、もう目ではっきり見えたんですよ。うん、で、それがすごい、私、なんか本当、シャチちゃんのライブも見させていただいたんですけど、うん、ありがとう。なんか、もう、ありがとうございます。なんだろう、一体感？かわいい。一体感がすごくって、うん、後ろの方まで、うん、もうみんながみんな腰低くこう踊ってったりとか、うん、そういうのを見て、あ、私たちのライブでもこれぐらいみんなが踊ってくれるような、なんかそうしたいなってすごい思いました。コロナ禍になっちゃってこう声とか出せないじゃないですか、ライブで。僕今回シャチさんの曲で出させていただいて、うん、シャチさんのメンバーでもないですけど、みんなの気持ちめっちゃ伝わってると思う。いや、本当にそう。なんかすごい分かりました。なんか楽しそうにして、ちゃんと僕見る余裕なかったですけど、楽しそうにしてくださってるなって雰囲気とか、う
こうライブ楽しいですって気持ち、めちゃくちゃ伝わってるなと思いました。うん、すごい伝わる。よくね、お客さんでやっぱ声出せないのもどかしいから気持ち伝えられてるのかなとか心配だなって方もよくいらっしゃいますけど、うんうんうん、めちゃくちゃ伝わってると思います、あれ絶対。だって、部外者の僕が思ったんだから。シャチさんのメンバーでも何でもねえのに、勝手に、ああ、なんか今、ちゃんと、楽しんでいただいてるのかなっていう気持ちにはなれたんで、うん、なんかさ、細かいところまでわかるよね。今が、なんかすごい、なんだろうな、可愛いって思ってくれてるとか、今楽しいとか、今嬉しいとか、なんかそういう細かい感情までほんと伝わってくるから、うん、出してほしいな、もっと、オーラをね。すごいどんどん伝わってるなって思いましたよ、それが本当に。何？マスクしてても伝わる。そう！ね、本当にそうだよね。伝わるから、全然皆さんはもう、その、動きだけとか、そのね、振るだけかもしれないけど、うん、絶対伝わってるんで。伝わる。なんか伝わるもんなんだね。方々のライブの時はもう、ガンガンもう、気持ち届けって気持ちで、もうやってれば絶対伝わるなと、思いましたよ、うん。伝わります。本当に。素晴らしいわ。さあ、じゃあ、大黒さんなんか他にグループさんの感想とか、それぞれあるんでしたっけ？私、ウッカさんと、そうだ、それは月曜日の9時のようにっていう、その楽曲をコラボさせていただいたんですけど、うん、この、それきゅうって略すんです。はいはいはい。ですけど、それきゅうは、それ、うん、それく？それきゅう？それく？それきゅうっていいのかな？同じことしか言ってないですけど。それく？それきゅうかな？それ、どうなんだろう？うっかさんのファンの方教えてください。ちょっと間違えてたらごめんなさいなんですけど。いやいや、大黒さんもうコラボしたんですから、もう何とでも呼んでいただいて大丈夫なんじゃないですか？それきゅうかな？それきゅうをなんかコラボさせていただいて、この曲がもうゆずきの部屋、この曲があったからゆずきの部屋が月曜日9時になったっていう、ぐらい、なんていうのかな、すごい私たちにとって大事な曲というか、大切に思ってる曲なんですけど、なんかほんと時間ない中で集まってくださったりとかして、振り付けをね、教えてくれたんですよ。もあちゃんが出れなかったんですけど、3人が。はいはいはい。で、すごいなんかもう一回やっていいとか、なんかすごいいっぱい私言ったんですけど、なんかそういうのも全部笑顔で答えてくれて、本当にありがたいなっていうのと、あと実はですね、私、はい、気づかなかったかもしれないんですけど、サビハモってたんですね。あ、それ級で。それらしいですね。そう、ハモってて、で、それもなんかちょっと裏話があって。はい、教えてください。当日言ったんです、私。え？その、ボイトレの先生。あ、その前のリハの時は、そういう話はしてなくて。そういう話はしてなくて、歌唱の話はしてなくて、はいはいはい。その当日に、その、ご迷惑じゃなかったら、うん、ハモらせていただいてもいいですかみたいな感じで言ったら、なんか全然いいですよみたいな風に、心よく引き受けてくれて、どこまでもいい子たちだって。頭抱えちゃった。本当に。いいことじゃないですか。いい子って思って。その、けどまあ、その話して、まあちょっとリハで判断しましょうってなったけど、大黒さんバッチリじゃ決めて、他の皆さんもやりやすいですってなってできたってことですよね、きっとね。そう、もう本当に。あ、気づいてくれてる人いる。いや、本当だ。たくさんね、ハモリよかったって。嬉しい。そのね、大黒さんがコラボしてる最中に、うんうん、まあ、どなたとは言わないですけど、モニターで見てる方がね、出演者の方が、うん、あれウッカさんって今日4人って言ってました。あれ ?3 人じゃなかった？馴染んでた？めちゃくちゃ馴染んでたってことですよ。嬉しい。だってちゃんとそのカメラ割りのモニターを見ながら言ってましたからね。ちゃんとちゃんと。あれって。嬉しい。え、ゆずきちゃん？ゆずきちゃんめっちゃ、ゆずきちゃん、え、歌ってる、え、めっちゃ踊ってるって言って。そう、言ってなかったからね、やるってことはね。めちゃくちゃ袖が盛り上がってました。嬉しい。もあちゃんが、ちょっと残念ながらできなかったってことで、もあちゃんの立ち位置に入らせていただいたんです。それもちょっとすごいな。いや、ほんと、光栄ですよ。もあちゃんの立ち位置に入れていただいても。だってメンバーになっちゃったってこと。フォーメーション的な振りもあるじゃないですか。うん、間にちゃんと入って。でも、入れてくれて本当に嬉しかったです。素晴らしかった。なんかじんときましたよ、言いましたけど。本当ですか、うん、いや、泣けましたよ。でも楽しかったです、とっても。そうか。お二人は時間的にちょっと見れてないのかな、それは。そうよね。移動中だもんね。お帰りの際の移動中だから。うん。そっか、あれすごかった。うん、いやけど。楽しかったです。あれも短い期間でリハしてバッチリ決めますね、大黒さん。すごいですね。いやいや、ほんと、でもこれはもう。やっぱめっちゃ聞いた。もともと聞いてた曲でしょうけど、やっぱさらに今回コラボするってなってめっちゃ聞いたんですよ。めっちゃ聞いてもっと好きになりました。なんかほんと、歌詞がめっちゃ可愛くて。うん、なんか、
君からもらったチューインガムだから、吐き出せないって可愛くないですか、ずっと噛んでたみたいな。そうね。もうなんかそういう一個一個考えるとさ、なんか、可愛いと思って。はいはいはい、確かに。そう、3人がいたから、なんとか成功できて、素晴らしい。ありがとうございました。え、その、上田さんとか、今回、久々ですよね。はい、まあ、ちゃんとゆっくりは多分こういった時期だから、みんなとお話とかなかなか交流できなかったでしょうけど、いろんなグループさんがね、同じ事務所内の集まってるってやっぱ楽しかったですか？いやー、もう本当になんか改めてこういう空間好きだなって思いました。嬉しい。そうか。え、逆にも上田さん今回、ごめんね、出てる方で、はい、私、ちょっとこれコラボしたいみたいなのあったりします？うん、気になる。コラボしたい？うん。その、もちろん、自分たちのグループにこの方っていうやり方でもいいし、自分がちょっとここに入ってこの曲やりたいみたいなってこう思ったりするんですか、うんうんうん、そういうのって。なんか、でも、シャチさんと東北さんとは、コラボさせていただいたことがあるので、逆に東京のグループ、その、ほんと、ウッカちゃんとか、ボルトちゃんとかとは、もう、ほぼほぼ交流、そうね、一緒にライブとかも、大きいライブとかしたことないから、でも私も、スタプラのアイドルが好きでいっぱい曲聴いてるので、もういつでもどこでも呼んでくださいって感じ。かっこいい！すげえ！いつでもどこでも！どうする？次のさ、第2弾のフェスの時にさ、え？また上田さん来た！あれ？またリコ来た！みたいな。全グループとコラボしてなんでゆずきの部屋で上田さんが一番頑張ってんのってなるっていう。それもちょっとゆずきの部屋っぽいっすけどね。ぽい。上田さんがすげえ頑張ってんじゃんっていう。その時のね、なんか勢いでお願いしちゃうとかね、なりそう。そうけど、上田さんとかはやっぱゆずきの部屋でもよくおっしゃってますけど、その人見知りそんなしないというか、ムードメーカーでこう、うんうんうん、人とすぐ仲良くなれるから、コラボとかもやりやすいでしょうね、多分ね。確かに。木山さんとかはどうなんですか？そうですね。ね、そうよね、上田さんは。うん、木山さんとかなんか、これ、改めてね、それぞれの各グループの曲とか聞いたと思いますけど、ちょっとこれ、ちょっと私も挑戦したいなってあります？はい。シャチちゃんの抱きしめてアンセムが始まった瞬間に、もう、あ、ステージまで行って踊りたいって思いました。来たらよかったじゃん。来てほしかった。全然いいよ。来て。そういう時は。いや、確かにね。そうか、爆笑のダンスリーダーの、ね、抱きしめてアンセム見たいっすけどね。バキバキの。でもさ、やったことあるよね、アンセム一緒に。そうだよね。あります。またコラボしたい。ね、なんか私たちもオッショイを一緒にコラボしたことあるんですよ。爆笑。あ、そうか、おっしゃってましたね。はい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 。オッショイ、すごい大変。いや、そりゃそうでしょうね。いや、そりゃそうでしょうよ。本当に大変ですごいなっていつも思うんだけど、はいはいはい、でもやっぱり私たちもオッショイ始まると、うん、踊りたいってなっちゃう。来てください、その時は。本当？じゃあお互い乱入し合おうか。しましょう。乱入し合おうよ。本当そういうのがね、やりやすい時期になってほしいっすね。本当にそう。気楽にパンっていけちゃうぐらいの時代が来たら面白いな、うん、そうか。さあ、あと、バッショーさんといえば、今回、ゆずきの部屋には、初めて、葵さんと柳さんね。はい。出ていただきましたね。我々が出た方です。そうだ。バッテン少女隊さんのバッテン放送局では、そうだそうだ。フルメンバーいらっしゃったんですけど、ゆずきの部屋自体には初めてでしたけど。お二人とかどうでしたかね？楽しんでました？ゆずきの部屋。めちゃくちゃ楽しんでたと思います。かった、かわいかった。葵さんの水筒ばっか俺覚えてて。かわいらしかった。ずっと持ってんでしょ？あれ、レッスンの時とかもあの水筒持ってらっしゃるの？何それ、めっちゃかわいい。水筒。かわいい。何入ってんのって聞いたら、水と氷ですって言った。かわいい。味のない、味のない。はい、二人とも、リラちゃんもミエちゃんもいつも水筒を持ってきてくれるんですよ。うんうん、レッスンに。だから、一回、なんかミエちゃんだったかな、うん、水筒忘れちゃって、うん、で、なんか、どうしたらいいですかって言ってたから、買いに行こうか。かわいい。そうか。常にね、常に結構大きめの水筒だから、一、うん、日分を計算して飲んでらっしゃるんだ。うんで、だから買うっていう発想がね、そこないってことなんだよね、多分ね。どうしたらいいんだろうっていう。
可愛すぎる。可愛い。可愛いですよ。めっちゃ可愛い。ただゆずきの部屋のね、夏の特大号に出ていただいたバッテン少女隊の皆さん、本当ただの修学旅行生みたいな。本当にちょっとおしゃれしちゃって。可愛い。でもさ、なんか、はいはい、やっぱり、リラちゃんとミユちゃんがいると、うん、なんかもう私たちの中では、もうバシオちゃんちっちゃい時から知ってるから、はいはいはい、まだなんか、ちっちゃい頃のままで記憶が止まってるんですよ。うん、なんだけど、二、うん、人いると、あ、お姉さんだって、すっごい感じた。いや、確かに。めっちゃお姉さんだと思って。なんかその、なんか、なんていうのかな、姉妹みたいな関係性も、なんか可愛いなって思って、そう、うん、すごいとっても良かったです、ね、リハーサルから。うん、だからお二人、新メンバーのお二人も皆さんのこと好きだし、うんうん、皆さんももちろんですけど好きっていうその感じがね、うんうんうん、伝わりますよね。出てる、めっちゃ出てる。あの二人は、はい、多分先輩のライブを見たのが多分シャチさんが初めてだったと思うんですよ今回。へえ、嬉しい。あ、そうなんだ。そうです。あのなんか東北さんとかは結構フェスとかで一緒になったりしたので。うん、あの見てはいるんですけど、もう本当に先輩っていう方のステージを初めて見たと思うので、うん、なんか多分すごい、またあのそれ以降会ってはないんですけど、うん、レッスンの時とかも、うん、多分これからまた秋ツアーに向けて、うん、なんかいろいろ勉強になったんじゃないかなって思います。そんなちょっと感想聞いといてくださいよ。気になる。あ、うん、気になりますね。気になる。すごく気になっちゃう。シャチちゃんの、シャチちゃんのライブを見ながら、なんか隣リラーちゃんだったんですけど、うん、なんか真似しながらこう一緒に動いたりとか、すごい笑顔で見てたので、絶対。メロメロじゃないですか。かわいすぎるやん。ずっと一本線も。かわいい。いや、素敵ね。めっちゃかわいい。いや、けど、緊張したってお二人言ってましたけど、うん、素晴らしいパフォーマンスでしたよね。わかんなかった。堂々としてた。堂々としてらっしゃった、うん、本当に。なんか最近入った感じがしない。うん、なんかね。うん。いい意味ですごい馴染んでるし、もうなんか出来上がってる感じがする。はいはいはい、6人。もともとね、なんかあんな感じでした。こういうグループですっていう感じが。うんうんうん、だからこれでツアーでね、見たらまた皆さんメロメロになっちゃうんじゃないですかね、多分。なっちゃうよ。なっちゃう、どんどんなっちゃう。まだ多分知らない部分いっぱいあるじゃないですか、私たちは。確かに確かに。なんかそういう部分をもっと見つけてってね、もっと沼に入りたいですね。沼にもう入ってるんですよ、もう入ってますけど。大黒さん、申し訳ないけど、もう入ってるよ。もう下半身全部使ってるんだけど。だいぶ終盤だね。だいぶもう入ってる。もうやばいけど。どうですか、こうやって大黒さんがむちゃくちゃね、バシオさんのことめちゃくちゃ気にかけてんすよ。めちゃめちゃ心配。だって体調大丈夫かなって気にしてるって意味わかんなくない？いや、わかるけど気持ちはさ。心配だもん。やっぱそういうのはシャチの皆さんから感じるんですか？なんか、見守ってもらってるなみたいな。上田さんとかどうですか？本当にもうずっとバッテン少女隊にとってもう一番のお姉ちゃんって感じで。嬉しい。それは。ありがたいですね。ありがたいです、本当に。なるほど。でも私たちとか二十歳超えてんのに、いつまで経っても可愛い可愛いって言ってもらいました。可愛い。めっちゃ可愛い。みんな可愛い。ズブズブに甘やかされちゃうんだ。シャチさんがいると。何でも買ってあげるって思う。確かに怖い。なんか前日も、うん、春と一緒にそのご飯食べながら、はい、あの明日出る子たち の、うん、あの映像とか見ようみたいになって、はいはいはい、でもうバッショーちゃんのトークとかもすごいしてて、うん、なんかもうめっちゃ語りました、本当に。あら、まあ、なんかリコが大人っぽくなってるとか、なんか愛ちゃんのなんかダンスのキレが本当すごいとか、なんかもうめっちゃね、なんかファンの人のライブ後みたいな感じ。イカのおつまみ食べながら、はいはい、渋いやつ食べてんな、なんか。さあ、じゃあね、今は上田さんと木山さんから感想をいろいろ聞いてるので、じゃあ
あの方からも聞きたいなと思うので。はい。今週の立花から言ってもいいですか？そうですね。多分いろいろ書いてくださってるんじゃないかなと。そうだね。東北さんの話もしたいからね。はい、お願いします。じゃあちょっとカレンからのやつを読みたいと思います。いきます。はい。ゆずきちゃん、瀬戸口さん、りこちゃん、木山愛さん、お疲れーん。はい、お疲れーん。いきなり東北さんの立花カレンです。はい。ゆずきちゃん、生誕祭お疲れんでした。ありがとう今週の立花カレンの時間だけでも寝ても大丈夫ですよ。本当にお疲れ様ですありがとう。どういうこと？そして昨日はゆずきの部屋フェス本当にありがとうございました。本当に楽しかったなあ。あー楽しかった。いや超楽しかったです。もうお久しぶりにお顔が伺えただけでも嬉しいのに、うん、ライブも最高だったし配信も楽しすぎて配信から楽屋にみんなすっごいニコニコで帰ってきました、うん、シャチさんのライブを見させていただけて本当にかっこよすぎて楽しすぎて、シャチさんのライブの後は、ユナは感動して泣きそうだったみたいです。瀬戸口さんのラップもかっこよかったので、いつか東北さんでも DJ してほしいです。俺 DJ やってねえよ俺後ろでディスク回してないよ俺彼の中では DJ だったのあれ。そう、DJ だったの。え、嘘うん。俺、キュッキュッキュッキュやってたこれ。ヘッドホン片手にこうやってた、俺。なんかラップって分かってるけど。の割には相当動くタイプの DJ だね、俺。DJ やってほしいんだって。あ、そっか、そう、うん。あ、アヒル似合ってました。アヒルじゃねえ。鶏な、あれ、多分。あと、あんまそこ触れんないの、あんまり。あー面白い全部間違ってるしかわいい国語力ないな、さては国語力続きいきますね。はい、お願いします。ちなみに今日でいきなりトークさんは6周年を迎えました。 そうだ、おめでとうございます。おめでとうございます。今日は6周年イベントということでプールを用意してバシャバシャしながらライブをしました。今すごい眠気に覆われています今日のライブもすごく楽しくて、アイドルでいられて本当に良かったなって思いました。東北さんメンバーと歩いてきた道は私にとって青春のすべてで宝物です。みんなと出会えて本当に良かった。今東北さんは武道館を目指していますが、うん、武道館はゴールなんかじゃなくてスタートだから、これからもみんなと笑顔で笑い合えるようにみんなで一歩ずつ進んでいきます。うん、あ、ちなみに私毎晩寝る前にお祈りをしているんですが、うん、生きてる生物みんな140歳まで生きられるようにお願いしてるので、皆さんも140歳まで生きます。ずっと一緒にいれますね。いきなり東北さん、これからもみんなで頑張っていきます。では、んでねーと。でねー。でねー、君は140歳まで生きれるって。ねえ、願われて、あと上田さん、そのエピソードの時の目絶対しちゃダメだよ、それ仲間に。同じ仲間にそんな表情していいんですか、上田さん。っていう顔してたよ。ってわたわたしてた。わたわたしてたよ。上田さん、なんでそれに出してそんな、ありがたいじゃない、願ってくれてるんだから。想像してたお祈りと違いすぎて、ね。確かに。武道館の話の中でのだったからね。確かに、急にね、急にフルスイング来たからびっくりしちゃったね。でも多分、カレンの中では、私たちが140歳まで生きれるから、ずっと東北さんのこと見ててねっていう。そうか、そうか。ことです。みよみよみよ。改めて6周年おめでとうございます。なんか、昨日もね、クラポちゃんが6周年で、でね、だから、ほぼ同期っていうかもう。ですね。めっちゃ同じなんですね。すごい嬉しいですね。いやおめでとうございます。ありがとう、カレン。お母さんもすごかったなぁ。いや、なんかさ、歌うますぎるよね、ダンスとか ね。結構、なんか自由な動きしてるのに、なんか声はバッチリ歌ばし。ねぇ。決めてらっしゃるし。ほんとに、なんか、バッショちゃんもだったけど、東北さんちゃんも、はい、シャチの楽曲をやってくれて、うん、だってっていう楽曲をんだっちゃに変えて、うん、なんか東北さんっぽい感じでやってくれて、はいはいはい、なんか2組がそのそれぞれの地方のその語尾っていうのかな、うん、方言に変えて歌ってくれてるのって、はいはい、あ、ローカル組だなって思いました改めて嬉しいですよね、思わせてくれてるわけだから、うん、めっちゃ嬉しかったです、可愛いし、うん、いや、すごい元気だった元気だったテンション、ま、全然違いますね、バッテン少女隊さんとは。そうね、バッショウちゃんはちょっとなんか全然違う、なんかさ、喋ると割とバッショウちゃんも結構個性爆発系だけど、うん、なんかテンションで言うとバッショウちゃん、うん、落ち着いてるなって思う
なんか、そのね、1部と2部でやったその特大号の方でも、最初、うん、女子プロレスラーの団体が現れたんかなと思って、おりゃーみたいな。すごかった。俺なんでか知らんけど、藤谷さんに前このクッションでパンパンやられて。すっごい年下の子に。めっちゃ面白かった、本当に。いやー、素晴らしいよ、本当。いや、素晴らしい。どうでしたか、ライブ見て感想は？え、なんか、もんちゃんが冒頭に UJ 聞いちゃうってずっと言ってましたよね、なんか。なんか言ってた、言ってたよね。なんかさ、あれ、なんだ、なんかめっちゃ面白くて、ゆうじきじゃーんって呼んだかと思ったら、はい、せーの、ほい、ほい、みたいな、急になんか、煽り始めて。あと、恐ろしいのが、あれをフルスロットでリハしてるとこね。そう。そう。リハーサルでもあれだったの。そう。で、大黒さん呼ばれてんのかと思って、ちょっと袖来てたもんね。なんかあったんかな。ついでに瀬戸口さんぽーって言って、どういうリハしてんのよ。あそこが一番リハの中で声うるさかったし。めっちゃ聞こえてた。すごい、本当に。かわいい。かわいらしいです、本当に。素晴らしかったですなぁ。なんかパワーがすごい。やっぱり。そのコメント、ニコ生さんの配信ちょっと見てましたけど、コメントがやっぱね、各グループさんで違くて、うん、やっぱ東北さんの時は、なんだこれはって戸惑いと、テンションのみんな、わーっていう興奮が伝わるコメントになってました。うんうんうん、なんか、その、並び順的にも、はい、その、うっか、ちゃんがやって。急に公式さんが東北さんの、言わないでリハの言葉って。いいだろ、別に。絶対言うよ、それは。それは言うよね。あの、リハがあってのバッチリしたね。言い方だから、ゆずきちゃんって言えてるわけだから。それはやっぱ言っといた方がいい。それはもうみんな心配だと思うから、うん。本当に。すごい。すごいすごい。でもなんか、あれで押せるのが、なんか、ほぼ全員人見知りってとこですよ。うん、そこ押せるよね。めちゃ押せるんだよね、それが。人見知りなのみんな。そうなの？え、なんか、前、カレンか誰かに、東北さんって、あの、みんなどういう感じなのみたいな。なんか、ユナとかは結構ガツガツくる感じだから、はい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 、なんか結構ガツガツ系なのって聞いたら、いや、ユナとかも人見知りで多分ほぼ全員人見知りですよ、みたいな言われて。え、それがあんな乗り方してくるの？そうなの。ゆずきちゃん。そう。だからもうめっちゃね、いいなと思って、そこが。そうね。なんかあんなハッピーにして、なんか、そうそうそう。心の中緊張してるんかなって思うと、なんか愛おしく感じる。愛おしいね。うん。いいね。本当に。そうそうそう人見知りなのってみんな戸惑ってる。確かに。人見知りらしいですよ、みんな。で、なんか、写真撮ってくださいって袖で言われて、うん、藤谷さんとか、あと、桜さん、うん、上がってましたね。あげたんですけど、その時もまあ、確かに人見知りだったのかな。いや、人見知り。けどもう、写真撮りましょうの時はもうカメラ向けてたけどね、それ。人見知りの人のやり口じゃないけどね、それは。もうカメラついてたけど、オンになって。写真撮りましょうって。伸ばし気味でテンション高いのか。いや、でも人見知りだなって思うよね、うん、結構。まあまあ、確かにね。思います。思うよね。あ、そうなんだ、木山さんとか見てても。木山さんとか見てても人見知りだなって思う。うん、いきなり東北さんは。でも思います。私もすっごい人見知りなんですけど、うん、東北さんもお疲れ様ですみたいな感じでいつも挨拶。え、上田さんはどうなの？上田さんはさ、だって一応もう誰とでも仲良くなれるタイプの人じゃない。そうだね、ボンドだからね。誰と仲良くなってるの？私はでも基本あのカーヤとかとも話すし、もちろんカレン、モンちゃんとも話すし。うん、ユナとかも結構仲いい、結構全員仲いいんですけど、いまだにやっぱみゆちゃんだけはどうしてもちょっと。いや、あの子は影がある。影がある。うん、なんか影がある、あの子は。なんか知りたい。いい、とてもいい、あの子は。モニタリングしたい。なんか、もう、いつもああいう感じで、なんかいきなりスヌーピーとかやってきてするのに。あれ、ほんと意味わかんなかったけど、最高に面白かったね。めっちゃ面白かったけど、うん、なんか裏でもうめっちゃなんか一人でこうやって影でこうやって携帯触ってるのとか見たらもう、隙見が増しちゃう。もう。ちょっとみんなあの、夏の特大号見た方がいいよ、みんな。うん、ボルトさんも全員出てくれたし、もうすごかった。なんか変な愛人だった。すごかった。ぜひ見てくださいね、見てください。アーカイブ残ってます。なんか、カイヤだけが人見知りじゃないって言ってた気がします。あ、そうなんですね。うん、
そうか。言ってました。そう、素晴らしいね。うん、さあ、素敵。今ちょっと名前出しましたけど、ボルトさん。はい。といえば、このゆずきの間おなじみのコーナーありますので、はい、そちらも行きましょう。お願いします。今週のナイトルナー何ですかこのコーナー。はい、こちらのコーナーはですね、私たちの後輩ちゃんにボルトというグループがいるんですけど、はい、あのボルトのメンバーである内藤ルナちゃんのその1週間だったりとかを、うん、あの直接連絡いただいたものを皆さんに紹介するというコーナーとなっています、はい、お願いします。じゃあちょっと早速ね、ルンパンからのを読みたいと思います。ラジオ、ゆずきちゃん、瀬戸口さん、愛ちゃん、りこちゃん、こんばんは。こんばんは。そしてゆずきちゃん、生誕祭お疲れ様でした。ありがとう、うん、たった今ボルト関東出ます、初ライブツアーの巻ツアー初日終わりました。お疲れ様です。今ライブが終わって3分も経たないうちにコンルナを書いております。出来たてほやほやです。これはレアですね。レアですね。ツアー初日は、新衣装お披露目とセカンドアルバムアッチュードの未完成呼吸と今 DJ する時来ました。今スクラッチしました。アッチュードって言ってたもう一回ちゃんと言ってください。アッチュードの未完成呼吸とリード曲のヤミーも初お披露目しちゃいました。言ってたやつだ、ね、はいはい、ルンパンが昨日 ね未完成呼吸をおすすめって言ってたんですけど、はいはいはい、で、書きたいことが他にもたくさんあるんですが、このままだとブログになってしまうので、内藤のインスタか何かに書かせていただきます。ぜひチェックしてね、うん。そして、昨日はゆずきのヘアフェス、めちゃめちゃに楽しかったですね。ボルトも呼んでくださって本当に本当に嬉しかったです。うん、とても久しぶりにシャチさんの生ライブを見れて、みんな可愛いし、皆さん可愛いし、かっこいいし、めちゃめちゃ興奮しました。そして、瀬戸口さんのキレッキレの名前無視。大変お勉強になりました。バカにしてる。本当、ゆずきちゃんのお人柄が詰まった素敵なフェスに参加させていただけて幸せでした。ありがとうございました。明日は下北沢で行われるフェスに出演させていただきます。忙しいその後チーと私はオンライントーク特典会もさせていただくので、ぜひよろしくお願いします。追記、ゆずきちゃんが仲を取り持ってくださったおかげで、うん、なおちゃんとお友達になれました。かっこ多分。ありがとうございました。あ、やばい。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。さくらさんとね、なんか仲良くなりたいみたいな。ね、なんかね、はい、先週の配信かな、うん、時に言ってて、なんかステッカーをもらってましたね、なおの生誕の。あ、そうなんすね。そう。あら、まあ、私のね、携帯の裏にも貼ってあるんですよ、なおの生誕の。それって、本当にさくらさんの幼少期なの？あ、これなおの幼少期ですよ。あ、そうなんだ。これなおの幼少期で、なんかなおが、なんか、ゆずきが MC から帰ってきたら、あ、こう、体つけられてた。あ、それはオリジナルなんだ。あ、そう、本当はね、こうじゃないのよ。あ、そうなんですね。もっとおしゃれなステッカーなのよ。ちょっとこういう感じになっちゃうんで。このままつけてます。そうか。いや、楽しんでいただけたならよかった。本当にボルトさんも忙しい中ね。いや、本当に。出ていただいてるから。でも、綾菜ちゃんがね、ゆずきの部屋にさ、出てほしいってずっと言ってたけど、ありがたい。やっとね、こういう形で。出ていただきましたよ。出ていただけて本当によかった。いやー、ボルトさんもかっこよかったなー。かっこいい。エモい。ね、それ本当にいろんな感想でありましたけど、うん、なんかエモいですね。あのギターサウンドとめっちゃ合うんだよな、4人。そうなの。なんか声も可愛いし、うん、見た目も可愛いし、ね、なんかああいう感じなんだけど、うん、なんかライブになるとバキバキにかっこよくて、うん、すごいなって、なんか汗がもうめっちゃ演出だなって思いました。本当似合いすぎて。曲と歌声と。ちょっとボルトさんの雰囲気からすると、あの汗ってなんかイメージ湧かなかったですけど。ち、うん、ーちゃん汗かかなさそうだもん。ね、なんかそんな感じしますよね。うん、もう皆さん汗びっしょりで、うん。かっこよかった。そういう熱量のタイプのライブする方なんだっていう、ちょっと感動もしたし。うん、だね、だってただ内藤さんに関しては、まあサウナによく行ってるから代謝が強くなって。ああ、言ってましたね。いや、整ってます。そう。ライブ整うらしいんだよ、ボルトさんの。ライブ中に。すごいなぁ。すごいよ、かっこいいですよ。でも、リコはね、うん、ちーちゃんと仲良し？あ、そうだ。仲良しじゃなくて、遠距離恋愛中です。あ、そうか、遠距離恋愛中。ん？何ですか？今のその設定は。何ですか？何ですか、ベルトさん。ん？ちょっと生まれたんですけど、うんうん、あの、なんか、私が何かのイベントの時に東京で一緒で、うん、私がもう福岡帰る時に
あの飛行機に乗って、あ、じゃあもう私これから福岡帰るねみたいな話をして、でなんかじいちゃんが空はいつでもつながってるねみたいな。笑っちゃった自分で。えじゃなくてさ。心じゃない、お空はつながってるねって、そういうことを言ったから、もうそういうもう遠距離恋愛なんだもん、それは。そうなんです。へ、今回は会えてはいるのか。そうよね、会えてはいる、会えてはいるのか。会えてはいるけど、だってもうほんとすれ違い程度。そうですよね、バタバタしてたもんね。皆さん忙しい中リハしていただいて、でもこんな時期だからなかなかお話もできないから、そうか、残念。なんかこうその後とか LINE とかで連絡とか取ったりはしなかったんですか？あ、ちょっとまだ知ってない。全然思い届けないじゃん。ダメじゃん。そうだよ、久々にね。ね、そう、会えたんだから。うん、再会できたんでしょ。でも違います、でも私からは送ってそこで止まってるので、もしかしたらちょっと今距離を置いてる時期かもしれない。そうか、そうか、高井さんはワンマンだから今日。まあでも忙しいからね。そうそうそう、今日ツアー初日で、明日もフェスやって特典会やってって。やばい。やっぱその、ちょっと忙しいのはわかるけど、やっぱ構ってほしいの、上田さん的にはやっぱり私のこと。そうですね。ちょっとやっぱ寂しいかなとは思ってるんで。だって今、はい、ゴリゴリに既読スルーされてるんだもんね、今ね。まだ読まれてすらないです。読まれてすらないです。既読だった。既読でしたか。それは大変失礼いたしました。そうか、いやー。仲直りしてほしいね。ね、いや別に喧嘩はしてないんですよ。木山さんとか、こう、内藤さんと、こう、以前ね、このゆずきの部屋でこう交流したときに、直接会ったときお話しましょうみたいなことありましたけど、やっぱり挨拶ぐらいでしたか、今回は。そうですね。ほんとすれ違ってお疲れ様でした、挨拶して。あの夜、ルナちゃんがインスタ入れてたので、うん、コメントしました。あら、ルナちゃんに。ちょっと嬉しい。こういう交流。嬉しい。ね。内藤さんがゆずきの部屋。なかったんですか、大黒さんに。また今週の内藤ルナとは別に。あ、来てました。あ、やっぱ来てるんだ。豆だな。結構、その、いろんな子から連絡いただいて。そうなんすね。なんかストーリーとかもめっちゃ。あ、上げてくださった。上げてくれてたし、はいはいはい、その、アメフラッシュのゆずきちゃんとか。うん、あと、あれだ。花ちゃん。アメフラッシュの花ちゃんが、そう毎日モノマネを投稿するっていうのをやってるんですけど、はいはいはい、なんかステージ上の転換の MC の時に、はい、私のモノマネをしてほしいって言ったんですよ。そしたらもう早速あげてくれて。あれは素晴らしいね。見てください、本当に。めっちゃ面白くて。いや、本当にスピード感素晴らしいなと思いました。謎解きが分からなかった時の私なんですけど。大川さんの口元モノマネ。めっちゃ。いや、コメント、そのなんかリプライ見てると、わかります、似てますっていっぱい来てましたよ。恥ずかしいもん、謎の解き方、なんかドキドキしちゃう、そこ見られてるんかって思って。いや、だから素晴らしいですよ、ね。なんか私も似てたけど、うん、瀬戸口さん、その前の瀬戸口さんも、めっちゃ似てるの。あの、難しいけど、みたいな。あの時もだってステージ上でもうほんと台本にもない。無茶振りをね。そうそうそう。そういうモノマネ見てますよ、みたいなことでやってくださって。うん、すごいいろいろ協力してて、ね、すごいめっちゃ面白かったな。いやでもアメフラッシュさんも素晴らしかったですね。あの衣装っていうか、うん、シャチの T シャツ着てくれて、はいはい、T シャツ着てくださってましたし、なんかゆずきちゃんが帽子かぶってたから、そのライブの時に、うん、はいはい、なんでだろうってずっと思ってたんですよ。あ、なんだ、髪色を変えてたみたいで。そうなんだ。そう、なんかその後のワンマンで、そう、ワンマン前に来ていただいてました。そうなんですよ、ワンマンで公開だったみたいで、そうだから帽子かぶってたんだと思って。なるほどね。そこはちょっとやっぱね、ワンマンのお客様のために。そう。なんかそういうなんかワクワクするなって思って。いや、アメフラシさんもお客様のこの、なんていうんですか、感想とか見てたら、もっと見たくなったとか。かっこいい。ね、かっこよかったです。歌唱力高い。こうね、ね、もう、ウェルカムルームアクトにふさわしい、いやもうバーンといきなりね、いのクオリティをフェスのクオリティ上げていただいた感じしましたね。もう次はね、もうちょっと長い出演時間で出てほしい。もっといろんな曲聴きたいです。ね、ぜひぜひお願いいたします。さあ、それでウェルカムルームアクトというと、クラウンポップさんも、来ていただきましたよ。クラポちゃんもね、はい、ライブの後に来てくれて、で、しかも結成日だった。大事な日に来てくれて、はい、ありがたいですよ、ありがたいです、本当に。ね、もう超シークレットでしたね、本当にね。超シークレット。激シークレットだよ。もうびっくりしたでしょ、皆さんも。みんな多分びっくりした。ドキモ抜かれたと思いますよ。
まさか来るなんてと思ってくれて、ね、持ってなかったよね。そう、そういや、そのやっぱゆずきの部屋のフェスの、うんうん、やっぱその演者さんもそうですけど、やっぱスタッフさんもね、ちょっと優しすぎますね。うん、優しい。ほんと優しい。それこそドワンゴさんは、うんうんうん、あの、知ってます？ゆずきの部屋フェスが全部終わって、で、今回アンケートあるじゃないですか、ニコ、はい、さん、ニコ生さんって。はい、満足度90何パーとかだし。嬉しい。とっても良かった。良かった。ありがたいですよ。配信で、ね、見ていただいた方もありがとうございます。ほんと盛り上げていただいて。うんうん、で、あれ、ニコ生さんってこう配信終わると、指定してくれたなんかリンクに行くんですって、勝手に自動的に。指定してくれたリンク？こう次はこのサイトに行きますみたいな。自動でリンク飛ばしてくれるらしいんですけど、どこだったと思いますよ。ドワンゴさんもね、ほんと、優しいというか。あ、わかった。どこですか？スクラップさん。いや、それじゃ、そんな企業じゃないです。私の個人のツイッターアカウントに飛んでます。おかしいだろ！ゆずきの部屋フェス終わって、急に俺のツイッターアカウントに飛んでくるって。おかしいよ。公式だから。公式だから。びっくりしちゃった、俺。めっちゃ面白いじゃん、それ。そう。天才。な、ね、ね、トータル何万人ぐらいの方見ていただいたみたいですよ。なんか、何枚買いなのかな、わかんないですけど。それでフォロワーさん増えたの10人ぐらいっていうね。おい！ 10 人も増えましたよ。だ、そうか。そうだよ。ドワンゴの新見さん。ドワンゴの新見さん、スクラップの大パーティー、そしてサマフェスでもお世話になる新見さん。新見さん見てる。悪ふざけするなら、ちゃんと結果出してくださいよ。見てる。俺が悪いんですか、新見さん。だから、瀬戸口さんが終わって、自撮りとかあげたらもっと増えたかもしれない。はい、いや、でも僕自撮りあげなきゃいけないんすか、俺。だってさ、フェス終わりましたって。ね、そう、だってさ、大体さ、その感想が出たらさ、フォローしたくなるよね、二人ともね。いやいや、そう。じゃ、それもだって、ね、配信っていうか、ライブ終わった30分後ぐらいに初めて言われたんだよ、俺。瀬戸口さんのツイッターに飛ばしておきますから。いやいやいや、どういう企みなんだよ。めっちゃいいじゃん。見えましたか、映画。素敵じゃん。本当に。面白いな。面白かったわ。いや、でね、あと、シャシさんのボイトレの方。あ、別に。先生いらっしゃるじゃないですか。瀬戸口さんが、僕らが小屋入りしてね、うんうん、瀬戸口さん、あ、はじめまして、瀬戸口さん、味噌好きですよね、あ、好きです、ちょうどたまたまお店行ったら、味噌のね、ジャケットとかのイラスト描いて、うんうんうん、中村さんの絵が描かれてるのど飴あったんで、これ、かわいい。かわいいでしょ、これ、ぜひ、これ使ってくださいって言われて、優しすぎません、初対面ですよ。めっちゃ優しい。今日瀬戸口さん、味噌歌われると聞いたので。たまたま前日に。ベイ先生も、ベイ先生って呼んでるんですけど、はいはいはい、ベイ先生も、瀬戸口さんと同じぐらいのリサーチ力。あ、そうなんすね。で、ゆずきの部屋が100回記念だった時も、はいはい、なんかタフ、なんか、謎解きでいつもマッキー使うでしょって言って、うん、このマジックペン、はい、でタフで丈夫だみたいな、はいはいはい、キャッチコピーのマジックペンをなんかいっぱいくれて、はい、なんかこれで謎解いてくださいみたいな、そう。で、これ、ゆずきちゃん紫だから、紫のケースどうぞって言われて。優しい。じゃこれね、大黒さんにもあげてくださいって言われたんですけど、リンゴ味とレモン味どっちがいいですか？瀬戸口さん。あ、僕ね、1個選んだんで、もう1個あったんですけど、それはもう家でも使わせていただいたんで。リンゴ、いや、レモンにします。わかりました。じゃあ、どうぞ、これ。ありがとうございます。優しい方ばっかだなと思いましたよ。優しい。ありがとうございます。はいはい、で、あとこれね、白浜さんから、ボルトさんの話ちょっと戻っちゃうけど、お菓子いただいてメッセージ付き。えぇ、ー、白浜さん、ほんと中学生これ。私ももらった。でね、今日俺初めて気づいたんですけど、メッセージ取り出した後。僕のイラスト描いてくれてるんですけど。これね、よく見ると僕、ボル TV さん、ボルトさんがやってるボル TV さんに大黒さんと僕で出させていただいたときに、射的企画をやって、それこそ白浜さんが、全然痛くないやつね、痛くない、その射的の弾を僕に当てたのよ。ありましたね。それをね、それを模した絵になってて、よく見ると僕、うまい棒で撃たれてるんですよ。ゲー細かくないっすかこれ。こんなの嬉しすぎるでしょ。ありがたいでございますよ。最高だな、みんな。もうスタプロの皆さん、本当素敵。本当にありがとうございます。うん、
さあ、じゃあね、いろいろ感想、我々の側からの感想は、いろいろおしゃべりしてきてるので、うん、ちょっとここでルームメイトさんからのメールを、はい、読みたい。いくつもいただいておりますので、紹介しながらまた話していきたいなと思っております。はい、さあ、じゃあまずこちら行きましょうかね。ありがとうございます。はい、じゃあ早速でございますが、ルームメイトネームが、3K さんかな、はい、3K さん、はい、ゆずきのヘアフェスめちゃくちゃ楽しかったです。数年前は子供だったスタプラの子たちがそれぞれのグループで特徴のある進化を遂げていて、みんなプロになってると、ここからのスタプラは楽しいと確信しました。スタプラ特有の親戚の集まりみたいな雰囲気も良かったです。私的アワードを決めるなら可愛いアワード、おいさの難しさを一生懸命伝える。私もそうかもしれない。の柳さん、みんなメロメロになってました。あと、面白いアワードでは、言うまでもなく、ルンパンさん、内藤ルナさんです。瀬戸ぐっちゃん、髪切ったとか、いつもの、ブハハハハって笑い方とか、あと、時々出てきた瀬戸口を許すな、など、大活躍でしたね、と。そして、かっこいいアワードは、ロケットクイーンの瀬戸口さん。ラップめっちゃうまいじゃないですか。瀬戸グラになりそうでした、と。そして、グランプリ、大黒ゆずきさんですと。あら、ありがとうございます。ゆずきちゃんの人柄がこのフェスを作ったんだと思います。出演者もファンもみんなあなたが大好きです。最高のイベントありがとうございました。すごい嬉しいこと言ってくれてる。いや、そらそうでしょうよ。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。おいさ、そう、おいさってやっぱ難しいんですね。シャシさんが大黒さんから見ても、やっぱ難しい。そのステージでも言ったけど、あいちゃんが、その、なんだろう、どんどんその歌のメロディーが重なってって、うんうん、っていうそのすごい曲自体も難しいと思う。歌うだけでも多分難しいですよ、はいはいはい、難易度高いと思うんですけど、うん、その重なってずっと愛ちゃんが歌ってるパートがあるんですよ、はいはい、ずっと歌ってる、聞いてるな、そうですよ、はいはい、めちゃめちゃエアポッツプロで聞いてます。いい音で。いい音で。遅れもなく。一音も逃すことなく聞いてるね。はいはいはい、愛ちゃんがずーっと歌ってて、そこに入ってくる、チャンセタの歌で振り付けが、その合わさってるんですよ。うん、で、なんかそれを、なんか、ふと、いつも普通に聞いてたんですけど、うん、ふと考えたときに、愛ちゃんこれむずくないと思って。だって、あいちゃんは、歌のどこにも合ってないんですよ、その。上田さんもうなずいてる。アクセントがダンスの。うん、で、もうこれはすごいと思って、うん、どうなってんだろうと思って、本番見てみたら、やっぱ合って、全然合ってないんですよ、歌とダンスの。はいはいはい、振りがね、うん、そこで合わせてないから、ね。はい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 。すっごいって思って。木山さん、どうですか、うん、今のコメントは。いや、もうすごい嬉しいです、ゆずきちゃんに褒められるって。やっぱどうなんですか、木山さん的にもやっぱあそこは難しいその部分なんですか。はい、最初は全然歌とダンスが合わなくって、うん、何回やっても合わんくって、うん、でもどうしようと思ってたんですけど、うん、なんかポイントをこう見つけて、うん、あ、ここでこう、あ、この動きだっていうのを覚えて、うん、何回も歌いながら踊ってってやってたら、だいぶ今はもうできるようになりました。すごい、すごいなぁ。え、上田さんもその木山さんがちょっと苦労してんなっていうのを見ててわかるんですか、やっぱ長年の付き合いで。はい、なんか私は全くそこ歌ってないので、うん、踊りながら、でも愛ちゃんこれ絶対大変だよなと思ってやってみたんですよ、私も、うんうん、1ミリも歌えなかったですね。本当に難しいと思う。そうか、うん、すごいことやってるんだ。そうで、それでみゆちゃんが、はいはい、その私たち、あ、リコか。リコが、その、ミュウちゃんと、うん、リルアちゃんも、そこから、うん、おいさおいさって入ってるから、うん、その二人も難しいことしてくれてるんですよ、っていうナイスパスをくれて、うん、でも、我々が一瞬で理解できなくて、そうですね、聞き返した時に、ミュウちゃんが一生懸命説明してくれた。超可愛かった。私的にも、可愛いショーだな、そこは。可愛いショー？可愛いショーだった。フェスの中で。いや、確かに。めっちゃ可愛い。それはもう何も異論ございません、私も。可愛いショーでしたね。そうですよ。本当に。これ、バッテンショー上田さん、後ほどトロフィー届きますので楽しみにしてください。え？可愛いショー。上田さん、そんな、マジの絵ってやめてくださいよ。愛ちゃん
拍手してるから。送るわけないでしょ。やめてよ、バスちゃんいじめないでよ。いじめてないでしょ、ダメだよ。送るんだからさあ、続いてのメールいきましょう。大黒さん、瀬戸口さん、そしてリコちゃんと愛ちゃん、こんばんは。こんばんは。私は昨日、ゆずきのヘアフェスの、一部を現地に見に行きました。うん、出演チームがみんな大黒さんと瀬戸口さんへの愛情とリスペクトが溢れているのがビシビシ伝わってきて、とっても楽しくて熱いライブでした。うん、あと、ルンパンが自由に出現しては、走って逃げる姿がとても可愛くて、ゆずきの部屋の住人だなと思いました。うん、どのチームも最高だったのですが、私は特にバッテン少女隊さんを見ることができて嬉しかったです。うん、先月の6周年ライブにも参戦したのですが、うん、そこからさらにかっこよさが増していて素敵でした。うん、フリーな波に乗ってが大好きなので、今回また聴くことができて幸せでした。特にサビと間奏の部分の振り付けがみんな楽しそうで見ていてワクワクしてきます、うん、そしてジャンジャンジャンの愛ちゃんとリコちゃんの落ちサビも今回もかっこよかったです、うん、そして瀬戸口さんのラップすごくすごくすごくかっこよかったです、うん、坂本さんが MC 瀬戸口と叫んだ時興奮で血肉が湧き上がりました。血肉久々に聞きましたねそのワード、瀬戸口さんのラップから大黒さんの秘密のデートのつなぎでさらに湧き上がりました、うん、すっかり瀬戸グラーになってしまったのですがどうしましょう、2部の U は配信で見ましたが生瀬戸口さんを見たかったと、画面の前でハンカチを噛みしめていました、ゆずきのヘアフェスは大黒さんの人望と情熱をすごく感じる最高のライブでした。第2回もぜひやってほしいですし今から楽しみにしています。楽しい時間を本当にありがとうございました。ルームネームシュトローミナンさんでございます。シュトローミナンさんありがとうございます。お丁寧な感想ありがとうございます。そうね、フリーな波に乗ってね、いや素敵な曲あれ、うん、かわいい、爽やかで、うん、かわいい、この時期にまたぴったりというか、うん、初披露だった？あ、いや、結構何回目かなんですけど。そうか、私が遅れてるだけか。ちょっとショックだな。いやいや、いいでしょう。でも、一番最新の曲でこうやってね、楽しみにしてくれてる方がいるの嬉しいですね。新曲だもんね。ね、新曲で。あ、もうさ、いいですよ、上田さんどうぞ。はい。あ、なんか、あの振り付け、感想で、こう、うん、波をずっと作ってるんですけど、うんうんうん、あの、ちょうど隣の子と目が合うように作られてるんですよ。こっちで目やって、こっちで目やってってなってるんで、すごい楽しいよね。あ、それはみんなとこう、アイコンタクトできる瞬間なんだ。ちょっとコミュニケーション取るというか。そうなんですよ。メンバー同士のそういうコミュニケーションってファン的には嬉しいよね。なるほど。で、あとね、大黒さんもさっき出していた、曲名、ジャンジャンジャンの愛ちゃんとリコちゃんの落ちサビ。うん、私も大好き、あそこ。あ、そうなんだ。うん。てか、あそ、もう本当にあそこが、もう特に音源通り。いつも特に音源通りなんだ。そう。ですってよ、木山さん、上田さん。音源通りらしいっすね。あいもあそこめっちゃ好きです。あいも好き。あ、やってて好きなとこなんですか、そこは。かっこいい。はい、もう、なんか、リコから、ん？愛から、うん、リコから、愛から、リコから。でこうなってるんですよ、うん、そこのなんかあーってなります。そうか、そういう気持ちもあるからやっぱ伝わるんですかね、またね、楽しんでるかっこいいなっていうのが。私あそこも好き、うん、2B の2人で歌うじゃん。あ、大人の力で、そうそうそう、あそこ好きなの。そう、あそこ好き。好き。めっちゃ細かいけど。確かに。よく見てますね。めっちゃ細かい。もう目が2つじゃ足りんかった。2つじゃ足りなかった。うん。ぜひね、これいろいろ感想をね、聞いて改めて見たい方はアーカイブ残ってますので、うん、ゆずきのヘアフェス、ぜひニコ生さんで見てください。はい、じゃ続いてのメールいきましょう。ルームネーム、塩ききさん。塩ききさん、こんばんは。初めてメールを送らせていただきます、うん。ゆずきの部屋を見るようになったのは、スタプラフェス以後で、お二人の掛け合いなど楽しく見ていました、うん、ありがたい。ゆずきのヘアフェスは行きたかったのですが断念して配信での参加となりました、うんうん、前編通して本当に楽しかったです、うん、MC 瀬戸口さんの乱入あり、それは月曜日の9時のようにでの大黒さんのコラボなど、うん、フェスでなければ見れないパフォーマンスが見れてめちゃくちゃ良かったです。第2弾があってほしいと思うイベントでした。最後に大黒さんがおっしゃっていた、うん、スタプラ芸能界の駆け足に夢は大きくどこまでも叶えていけそうだなと思ったのでという言葉が印象的でした。嬉しい。ゆずきの部屋の存在が大きくなってフェスを開催したならどこまでも叶えられると本当に思います、うん、この番組きっかけで、シャチや後輩グループについて深く知ることや楽曲にも触れられて本当に感謝の気持ちでいっぱいです、うん、本当にありがとうございましたというメールでございます。ありがとうございます、嬉しいです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今日の生誕祭の方でもね、大黒さん MC でもおっしゃってましたけども、やっぱ 言ってね、言ったことが叶うんじゃないかみたいなお話してたじゃないですか、はい、言うことは大事だと、うん、
やけど本当にフェスできてよかったですよね。本当によかったです。そしてこんなにたくさんの方々が協力していただけると思ってなかったから。うん。本当にそう思いました。なんか、その、ゆずきの部屋の配信、いつかのゆずきの部屋の配信が終わってから、その誰に出てもらうかみたいな。うん、本当、もうめっちゃ大変だったの。もう選ぶのがね。みんな出てほしいから。だけどもう本当、なんだろうな、すごい次につながるような、なんか感じで、すごい大成功できたなって私も自分でも胸張って言えるぐらい思いましたし、みんな MVP だなって思いました。それぞれ。いや、本当に。全員が。で、昨日は、その、東北さんの真珠ちゃんと、うっかのもあちゃんが出演できなかったから、第2弾の時は、その2人にも出ていただいて、プラス、今回の一団のメンバーに加えて、また違うグループさんとかが出てくれたらいいなって。なんか、もう、なんか一日通して、なんかもう、めっちゃいろんな人がどん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 代わりに出てくる、どんどん変わって出てくるフェスもやってみたいなって思いました。第2回に向けて。うん、上田さんとかそのゆずきの部屋のフェスが決まった時とかって、やっぱどう思いました最初。え、フェスやんのって思いました。え、なんか、あの、フェスやるって聞いたときに、ゆずきちゃんに、あの、もう、なんですか、ああいうの、出演者として呼ばれなくても行きますって言いました。あ、そう、聞いてたの。マジっすか？呼ばないわけないじゃん。こんな好きなのに、と思って。確かに。ありがたいな、そうやって言ってくれるの。そう、すぐ連絡来て、めっちゃ見に行きたいです、みたいな。めっちゃ見、なんでその、上田さん的には出れると思ってなかったってこと？いや、違うんですよ。あの、今話すと、あの、スケジュールにはもう入ってたんです。ゆずきの部屋って。でも、もしかしたらゆずきちゃんが知らないかもしれないから。あ、気を使ってくれたのか。気を使ってくれてたの？上田さんさ、じゃあその話しなきゃいいんじゃないの？わざわざそんな気の使い方しなきゃいけないなら、もう言わなきゃいいよね。そうだったの？初知りだわ。あと、なら上田さん、出たいですでよくない？確かに。なんで私出れなくても見に行きますっていう、何の配慮それ。でもそうやって、あれ、伏線やっといて、実は私たち出ちゃいますっていうサプライズをリコが演出してたじゃん。それ、誰もサプライズじゃないから、それ。めっちゃ面白いんだけど。意味わかんないよ、それは。面白いなぁ。気を使ってくれてたんだね。ありがたいね。ありがとう。上田さん、想像以上の裏話ありがとうございました。本当。これは想像以上だった。サプライズかもしれないし、あ、そういうことか。我々ゆずきの部屋っぽいから、サプライズとかするのがね、もしかしたらと思ったかも。キエマさんとかどうだったんですか、ゆずきの部屋の話が決まったときは。はい。私は、めっちゃ嬉しかったです。ゆずきの部屋フェスってどんな感じなんやろうって思って。アイテムなの？すごい。どんな感じなんやろう。ゆずきの部屋のフェス。どんなんだよって。どうでしたか？やっぱすごい本当にワクワク。あ、やっぱしてくれたの、ワクワク。で、実際どうでした？すごい楽しみです。出てみて。え、もう、すっごい楽しかったです。タオルの。あー！もうめっちゃ。あれ？みんなつけてくれてたよね。ライブ見てるとき。はい。なんかさ、みんな首に巻いて、見てくれてたの、横で。いや、このタオルめちゃくちゃ可愛いっすよ。可愛い。ね。超可愛い。ありがとうございます。身につけていただいて。嬉しい。ありがとうございます。生地もね、気持ちいいですね。ありがとう。いや、いいね。ありがたいことでよかった、出てくれて。いや、ほんとよ。出演してくださって、ほんとによかった。素晴らしいことでございます。ありがとうございます。さあ、メールはもう、あ、なるほど。もう時間。確かにもう11時40分。そうだ。そうなのか。11時40分なんですね。話しても話しても。そう、いっぱい話したいことある。
これはもうハリケーンマリア以来の2週にわたる可能性あります。あるなこれ。でしかもあれも無理やり止めたからさ、無理やり私は、もっといける。え、そうよ、私は5週ぐらい行きたかったけど、もう終わりですよみたいな感じの空気感だったから、そう、ね、最新回みたいな感じだったから、そう、無理やりあれだったけど、ゆずきのヘアフェスもどこまでも喋れちゃうから、そうそう、今回だって僕も含めて要因もちろんありますから、確かに、もう全員が、ね、僕は止めないですよ、そうそうそう、確かに、おー、ありがたいよ、ね、開催できたことも嬉しいですけど、配信も入ったっていうのもすごくないですか。ルーメイトさんは本当にいろいろ制約をね、私ほんと口酸っぱくね言ってしまってるんですけど、それを何もめんどくさそうにせず皆さん守っていただいて、うん、本当にありがとうございます。本当にルーメイトさんに本当信頼してるので、うん、本当にありがたいなと思いました。本当にそう、うん、客席の方を見ててありがたいなと思いましたよ、うん、私も思いました。そのこれね、各部の前説みたいな感じで僕出てったんですけど、うん、何人かやっぱ僕のこと全く知らない人がいるんですよ、それはもちろん、うん、その人のカラオケを聞く気持ちってどうだったのかなっていうのは、俺もうその人の感想だけ聞きたい、本当に俺は。なんでね、しかも2部に関してはなぜかアンコールやって3曲もやりやがって、本当申し訳ない感じでしたよ。あれも温かく皆さん見守っていただいてさ、手拍子していただいて、本当に優しいなと思った。だって、早かったもん、みんな。会場してすぐ結構な人数来てくれてたから、みんな瀬戸口さんの曲聴きに来たんだって。違いますよ。え、違うのかな？違うよ。私、本当にそう思ってたよ。みんな早くフェスを見たいなって気持ちで来てくれてる。それもあったかもしれないけど、瀬戸口さんの歌からもうフェス始まってるわけだから。フェス始まってないよ、あれは。始まってるよ。始まってんのかな、うん、始まってる。そう思っていただけたら嬉しいですけど、うん、いやけど本当申し訳ない気持ちになりました。あれもね、カラオケはね生配信してなかったからね。そうそう、生配信してなかったんですよね、うん、あ、映像スイッチング、はいはいはい、ロックフェスでした。でした。そう、それこそさっきも言いましたけども、本当配信チームの方々もむちゃくちゃプロで、え、もうゴリゴリの方がやってくれてたんですよ。もうめちゃくちゃたくさんいらっしゃったもんね。で、そのフェスでやっぱ、ご本人もツイートされてましたけど、やっぱフェスって、うんうん、リハがそんなしっかりできないから、もう一発本番みたいな感じですけど、うんうんうん、もう連携がすごくて、うん、次、誰々さんの部分ですって言ったら、もうカメラさんがバッとこうアップにして、でも多分カメラワークすごかったという感想もたくさん、すごかった。ツイッターに上がってたんですけど、でその、方々がその会場中僕のカラオケを通りでカメラマンさんがちゃんとついてくんなと思ったんですよ。配信もしてねえのに。僕はなんとなく、あ、そういうのは今リハ的な気持ちでやってくださってるのかと思ったら、ちゃんと撮ってくださってたみたいで。え、あれ最高でしたよ。あの、後ろの幕の瀬戸口さんのイラストから瀬戸口さんって。あれあったよね。もう、あれ本当にすごくて。なんか後ろにいつも私たちのその、あの、映像とか密着してくれさってる方がいらっしゃるんですけど、このカメラワークは完璧だね。その映像今日僕もらったんですけど、どうしたらいいんだよ、俺自分のカラオケの。スタジオコーストさんでさ、もう歴史あるライブハウスで歌ってるおじさん自分で見ないよ、こうやって。満足そうにするわけないじゃん。ここのピッチャーも良くなかったな、やらないの。反省会。思うか。本当に。ありがたい。本当に皆さんが協力的で、本当に優しくて、うん、そう、フェス始まる前にね。あ、なんか持ってきてくれてる。あ、何があるんですか。雰囲気だけ。音はないんで。あ、音はない。あ、音はないというか使えないんですけど、はい、雰囲気だけ見てもらえます。リコとアイちゃんは見てた？瀬戸口さんのカラオケ。カラオケは見てないでしょ、別にね。なんか声がするなと思ったら歌ってる。声がするなって思ったら。あ、こういう感じでやってました。すごいちゃんとカメラワークバッチリでやっていただいてる。ありがとうございます。あ、もうタケルンさん、瀬戸口さん、円盤化お願いしますって来てますね。めっちゃ面白い。ちゃんとやっていただいてる。面白いんだけど。恥ずかしいわ。俺これどうしたらいいのよ、これ。え、これさ、見てさ、ちょっとなんか、感想戦やりたい。音出せないのに。うん。来てましたよね、めっちゃ面白かった、本当に。いや、ありがたいですよ。本当に皆さん、プロの方々がこういったね、遊んでくださって。だって、その、僕がその出番ね、ロケットクイーン終わった後に、はけたら、その、フェスの直前にご挨拶させていただいた
カメラマンのスタッフさんのサブでついてる方が、うん、あの今日学生で来てるんです女性でみたいな話しててご挨拶、あよろしくお願いしますっていう挨拶して、で僕ははけたらその方初対面ですよ、よかったです何その気遣いな話優しい、いやそうよかったですって言ってくれてありがとうございます。すごい本当だ、本当に廊下にいっぱいのね、はい、廊下でやってたんですけど本当にたくさんのスタッフさんがねやってくださっててね、皆さんのおかげでございました、ありがとうございます。本当にうわーもう、もう終わっちゃうのかねこの回、ちょっと上田さん、ね、どうなんすか、上田さんとか木山さんもうちょっと話せたりします、なんか裏話とかあったら聞きたい、どん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 ちょっと裏話、何を聞かせて、木山さんお願いします。あのはい、あの私たちの曲の中で、はい、一回瀬戸口さんになりきったんですよ。え？わ、それ見ましたか？なりきってくれたの僕に？そうなんです。わ、それ見てないわ。どこでどこで？ないですか？どこで？あのジャンジャンジャンの、うん、ジャンジャンジャンっていう曲の、うん、あの呼ばれて飛び出てジャ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 ーンっていうところがあるんですけど、うんうんうん、そこはあの私が出て振りがなくて、うん、いつもなんか自由に愛が動いて、うん、みんながそれを真似るっていうやつなんですけど、うんうんうん、今回はちょっと瀬戸口さんになりきって、うん、呼ばれて飛び出てジャジャジャーンってしました僕の本体メガネなんすかちょっと片手なので、そうやね、片手だよね、うわやっていただいたら伝わる、突っ込んでるんだよね、そんなやってくれたんですか、うわー、ね、そうだよね、すごい伝わる、ちょっと早めに、はい、それ先に言ってくださいよ、そしてゴリゴリ見に行ってたのにずるいぞちょっと大黒さん嫉妬しちゃったじゃん不倫の中に瀬戸口さんになりきってくれたって言うから大黒さん嫉妬しちゃった、私の好きなジャンジャンジャンで贅沢な思いをしちゃって木山さんありがとうございます、ずるいぞ、本当にやっぱ、木山さんとはもう何回もね、ご有識ぐらいでご一緒させていただいてるから、すいません、本当に。ありがとうございます。まあまあ、ありがとうございます。上田さんはそういうことはしようと思わなかった、瀬戸口のためには。何なんですか、その言い方。上田さん、正解。ありがとうございます。いや、嬉しい。そんな裏話あったんだ。うん。あの、あいちゃんが結構直前で、ねえねえ、瀬戸口さんっぽいポーズって何かなって言って、で、なんか、みんなで、でも、メガネじゃない。まあでも確かにメガネ、ね。まあまあ確かにメガネだけどさ。体で表すとしたらね。そう、体で表すとしたら、そうか。なんか自分だったらあるんですか？どういう、いや、ないですね。僕もメガネだろうと思ってますけど、だからみんなのじゃあ気持ちで木山さんが代表してやっていただいたってことでいいですか？これは。はい。あ、よみんなの気持ちは今、無理やり言わせた感ありますけども。ありがとうございます。嬉しい。本当に。あともう一ついいですか？いいですよ、はい。どんどんお話ししてください。リハーサルで何の曲をリハーサルしようかって話になって、うん、ねあと、まずカントリーガールは、もしシャツさんがやらない、やるってこと知らなかったら、うん、サプライズにしたいから、なしにしようって言ったんですよ。気使ってくれたの？なんか、ジャンジャンジャンも、なんか、ゆずきちゃんが本番聞けるかなみたいな言ってたから、うんうん、だから、ジャンジャンジャンもサプライズにしたいから、なしにしようって言って。申し訳ない。リハーサルを見に行っちゃったばかり。それで、楽屋に入ったら、楽屋に入ったら、全部瀬戸に貼り出されてて。もう、上田さん、上田さん、もう二度とサプライズやらない方がいい。上田さんはもう、いいよ、そういう気遣いしなくて。全部裏裏言っちゃってるじゃん嬉しい、でもそうやって思っていろいろ考えてくれてるのはすごい嬉しい、ね、いやもうさっきもおっしゃってましたけどねそれぞれカバーしてそのそれぞれの方言にしていただいたりとか、うん、いろんなゆずきの部屋に関するエピソード MC 中に皆さん話していただいたりとかね、嬉しいことですよ。でもなんかリコが、うん、なんかゆずきちゃんがなんか好きって言ってくれた曲でセットリ組みましたみたいな話の時に、はいはいはい、なんかゆずきちゃんの言ってることは絶対なんでみたいな感じなんかちょっとバカにしたような感じで絶対なんであいつ言ってたからみたいなしょうがないから従っときますけどでもだってゆずきちゃん私も前髪切ったの気づいてなかったですもんね。うん、気づいてなかったなんで急にカウンター繰り出してきてんだよ上田さん怖い
い。シュってこう。気づいてなかったですよね。でも上田さん、だいぶ前髪切って雰囲気また変わりましたね。うん、かわいい。そうなんですよ。結構雰囲気変わったのに、さっき、なんかもう本当直前、これが始まる直前に、なんかお二人とも、あ、なんかちょっと雰囲気変わりました上田さん、僕はね、ちゃんとあなたの SNS 見てるから、ちゃんと前髪切ったことは知ってますよ、そりゃ。雰囲気変わりました。改めて見てってことを僕は言ったんです。大黒さんは新鮮な目線で言いましたけど。ちゃんと私気づいてますってか情報得てますよ私はちゃんと、ね、好きだもんね。そうですチェックするの好きですから。いやけど本当皆さん SNS とかで書いていただいてありがとうございます。ストーリーとかしていただいて嬉しかったです。とっても、俺もううっかの村越さんがまさかちゃんとアットをつけてくれてストーリー書いてくれて思ってなかったからテンション上がっちゃってギャーだけ返信しちゃってなんで村越さんゾッとしただろうな本当になんだこれは。ギャーって送っちゃった俺。ギャー村越さんちょびっくりしちゃってさ、まさか村越さんがそのやってくれると思ったら、ね、みんな本当に素敵で、もう疲れてる中そうやってねやってくれて、そうですよ。 LINE くれたりとかストーリー上げてくれたりとか、あいちゃん、あいちゃんもコメントしてくれたりとかもしてくれたから嬉しかったです本当に、ね、これ本当ね、なんかこういろいろ落ち着いたらもうもっといろいろステージ上でもえもっと暴れたいしたいし、裏でもね、もちろん裏話たくさんできるぐらいのエピソードできるぐらいの交流皆さん撮っていただきたいなと思いますよ。なんか野外とかでやりたいですね夏とかに。すごい野外ね野外フェスで、いいね、もうめっちゃなんかもうこの状況が落ち着いたらだけどなんか水とか巻いて、なんか好き勝手やりたい。水巻くの好きっすね大好き巻きたいもん。水巻くの好きっすね、うん、でもね、もう本当今回はその楽屋とかも結構ね離れてたりとか感染症対策のためにね、うん、されてたけど、うん、もう落ち着いたらもっとねコラボとかしたいし、私たちもいや確かになんか客観的にそのなんだろう、私たちとじゃなくてその例えば鷲尾ちゃんの東北さんとか、うん、そのいろんな組み合わせで見たい、見たい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 なってすごい思いました。やりたい。楽しかった、本当に。あっという間でしたね、始まったら。今日一日長いなって思ってきましたけど。めっちゃあっという間だった。始まったらもうあっという間だったし、うん、皆さんのパフォーマンス素敵だったから。前日までのテンションと違いますね、朝で。だって本当に、確かに本当にだから何度も言うけど、僕はコラボの話はもう断ったんで、ちゃんと僕はもう。え、でも、あの、いただいた写真見たらもうめっちゃ楽しそうな顔してましたよ。いや、そらね、本番中も、いやいやなやつ嫌だろ。確かに。そうでしょ、うん、いやけど本当にあのスタッフさんがもう盛り上げていただいたから、そのノリに合わせてもやらせていただきました。素敵でした。次もやりましょうね、絶対。次はもう絶対勘弁して。次もやります。いや、次は勘弁して、マジで。バッショちゃんともやります。おい、言うな、すぐ。それは大黒さんだけ出ろ。瀬戸口さんはバッショちゃんとオッシュをやります。なんで僕、だって僕、どんどん体力そがれなきゃいけないんですか。おいさでも大丈夫。おいさ無理でしょ。お忙しいのに。だから本当に後ろ通るだけなら、本当邪魔しない、あの、綺麗なフォーメーション邪魔しないところを通る役なんで。あ、こうやって。そうやって。それもやりたい。やりますよ、本当。いや、ありがたいことでございます。じゃあちょっと一応ね、もう12時になるのでお知らせいきましょうかね。はい、はい。お知らせさせてください。じゃあまずスクラップからでございます。スクラップのお知らせです。こちら。画像出ますかね。はい、このフェスが始まる前からお伝えしておりますが、現在ですね、スクラップがオンラインリアル脱出ゲームサマーフェスという、2ヶ月間にわたります、様々なコンテンツをやる、フェスを開催しておりまして、うん、それとゆずきの部屋のフェスとコラボさせていただいておりました。うん、で、このオンラインリアル脱出ゲームサマーフェスのチケットを買うと、まず昨日の、一部二部の間にありました、うんうん、ゆずきの部屋夏の特大号を、視聴可能となっております。コンテンツに関しては有料のものであれば、どれ買っていただいても大丈夫となってます。ボルトさん、クラウンポップさん、そしてバッテン少女隊さん、いいなり東北さんさんが、もうほぼほぼフルメンバー出ていただいておりますので、うん、めちゃくちゃ楽しい配信になりました。うん、好きな食べ物の2番目を
聞くっていう、ね、恒例のやつもありましたし、初登場の方々もたくさん出ましたので、そちらもチェックしていただければと思います。うん、で、このサマーフェスのこのキャンペーンをご説明していきますが、うん、まずオンラインリアルスゲームサマーフェスのチケットを買います。はい、どれでも大丈夫です。はい、おすすめは、謎解きバトルロワイヤルとなっておりまして、こちらがバッテン少女隊さんから、キーナさんが出ていただくと。キーナさん。キーナさんが出ていただくと。キーナさんね。ということになってます。で、私が司会をやらせていただいて、ゲストとしてキーナさんが出ていただいて、謎解きの1位を決めようじゃないかという、謎解きバトルロワイヤルというイベントになっております。うん、60分は必ず皆さん謎解き楽しむことができますし、その後、そんな60分の戦いを勝ち抜いた方の頂点を、決めていく大会となっておりますので、そちらチェックしていただければなと思っております。お願いします。そしてですね、そのチケット買って、うん、応募フォームっていうのがあります。ゆずきの部屋かけるオンラインリアルダンスゲームサマーフェスコラボキャンペーンの応募フォームがございまして、うん、そちらの方に必要事項を記入していただきます。そうするとこういった景品が抽選で当たります。はい、まず1等が、2名様ですね、ゆずきの部屋のスタジオ観覧ご招待と、あら、いう風になっております。見てほしい。はい。で、昨日は現地の方、瀬戸口の店の方でも当選者出ました。よかった。ぜひこちら当てていただいて、皆さんも来ていただきたいなと思っております。うん、さあ、そして2等がこちら5名様となっておりまして、大黒ゆずきさんからの幸せな気持ちになれるメッセージ付き色紙と。やっぱもう大黒さんはポジティブな方でございますから、はい、もうポジティブな、幸せにしちゃう、幸せになるようなメッセージ付きの色紙が届きます。はい、そして3等も同じく5名様、大黒さん一級入魂サバラサバラ色紙2021サマーエディションかっこいい、届くらしいです。大黒さんなりのこう英語のメッセージなんですかね、わかんないですけども、うん、そういったものが届くというふうになっております。はい、そして4等が3組6名様、はちゃめちゃパシフィコですね、10月にございますシャシさんのワンマンライブの、際に、瀬戸口によるお出迎えとお席までのご案内いいなー、かっこライブのチケット必要で当たり前だろなんで買ってない人俺案内しちゃうんだろうただミスだろそれはなので、はちゃめちゃパシフィコのチケット買っててこのショーが当たると私がお待ちしておりましたと言って、お席まで案内するという。嬉しいんだか何なんだかよくわかんねえ。意味もわかんない景品差し上げようと思っております。こちらも4等となっておりまして、そして、5等はないのか ?4 等が。5等あります、ね。5等が見えないですね。勝つ。勝つ。あ、そうだ。5等がですね、5名様で、私の勝つ、ダメなのよ、色紙を。ダメなのよ、なんなのかわかんないですけども、したためた色紙を差し上げるという景品になっております。うん、外れても、はい、外れては何があるんでしたっけ？瀬戸口さんが毛筆で書いた、ああメールが届くのか、そうです、はい、メールを皆さんに届くお詫びメールを差し上げますので、そちらぜひお受け取りください。うん、で必ずフォームにはですね必要事項があるんですが。キーワードを入れなきゃいけないので、この配信をご覧いただいている方じゃないと必ず応募できないようなシステムになってます。そのキーワードがこちらで、はい、それこそ言いました。ダメなのよ、になっております。はい、こちらを必ず入力して、フォームで送ってください。うん、さあ、そして、ゆずきの部屋、ゆずきの部屋フェス、夏の特大号スペシャルは、タイムシフト視聴が可能となっておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、ボルトさんの、公式さんが瀬戸グラーは喉から手が出るほど欲しい一品って俺をいじってるなんだまず瀬戸グラーって急にボルトさんが言い始めたけどもうあれだよ浸透しちゃってるから浸透してないですよ別に瀬戸口さんのファンのこと瀬戸グラーって言うんだって聞いたことない、いいっておかしいだろいいはおかしい A ならまだわかるけどいいはもう嫌悪感を表してるからいいどうですか上田さんも木山さんもこの商品たち欲しいでしょこれめっちゃ嬉しいです本当ですかけどねあの春野さんがね出ていただくやつはとりあえず1枚それ買っちゃえば応募できますから、うん、何か当たるかもしれませんので楽しみにしておいていただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあじゃあ、バッテン少女隊さんのお知らせいきましょう。お願いします。はいはい、じゃあ、愛ちゃんお願いします。はい、バテン少女隊秋ツアーを開催します。タイトルは温骨心です、うん、で、
会場は4カ所回らせていただくんですけど、ね、9月12日が大阪梅田トラット、9月18日が宮城の仙台連鎖、9月19日が神奈川の KT ゼップ横浜、そして9月26日ゼップ福岡になっています。おめでとう。ありがとうございます、うん、はい、これ一部と二部あるんですけど、うん、はい、一部と二部で本当全然違ったライブになるので、うんうん、ぜひ皆さんもうどっちも全箇所お越しください。全箇所そうですね、全箇所行きましょう。はい、うん。ちょっと待って、終わり？はい、お知らせ以上？ポンコツ人に関しては以上？バトンタッチしますか？ああ、いいですよ。はい、あの一部はさっきも言ったんですけど、多分、はい、マストバイっていうタイトルになっている会場と BGM っていうタイトルになっている会場がありますので、うんうんうん、あのそちらのちょっとアルバムを、すみません、なんか最高じゃん。大丈夫？大丈夫ですよ。はい、あのはい、そこの、まあ、その私たちが出しているアルバム、マストバイと BGM を、こう、聴いていただけたら、結構、楽しめるようなライブなんじゃないかなと思います。そちらをね、割と、こう、中心に作っています。そして、2部の方が、あの、温故知新ということでも、タイトルの通り、あの、今の私たち、新しいバッテン少女隊を見せられるようなライブになっているので、あの、本当にね、たくさんの方に、初めての方も、本当に楽しめると思うので、ぜひ、はい、来てください。あ、すいません。瀬戸口さんも来てください。ということは分かりました。私も行かせていただきたいなと思っております。ありがとうございます。うん、はい。以上でございますか？はい。はい。そうですね。うん、あと、いろいろフェスにも出演させていただきまして、ね、あ、うん、そうだ、あの、8月14日にとべとべニューアンズっていうライブにも出演させていただくんですけど、うん、8月28日のアットジャムはシャチさんも同じ日で。嬉しい。また会える。うん、そうなんだ。そうなんです。すごい嬉しい。わ、これは素晴らしい。そうだね。なのでぜひ皆さん詳しくはあの公式ホームページやツイッターの方を見ていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんチェックしてください。ではシャチさん行きましょう。はい、シャチはですね、はい、まず9月4日と5日にダイナーシャチということで、ダイヤモンドホール愛知県の方で、ライブを 2days で行わさせていただきます、はい、こちらがそのメンバー考案セットリストということになってまして、うん、1日目4日の方は私とほうちゃんが考えたセットリスト、はい、そして5日の方は、なおとはるが考えたセットリストになっています。まあ、お互いのセットリストを見たんですけど、全然違う形にもなっていますし、はい、あと普段やっている、ライブともまた違った、もうなんかそれぞれの良さが引き立っている、うん、素敵なライブになるんじゃないかなと思います。で、この、ダイナーシャチに向けてビジュアル写真っていうのかな、はい、もう、撮影してきて、ちょっとダイナーっぽい感じで、あらま。また新しい雰囲気の、シャチの写真が近々公開されるんじゃないかなと思っているので、はい、それも合わせて楽しみにしていてくださると嬉しいです。そして、本日も生誕祭を、東京で行ってたんですけども、9月21日にもあります。こちらも同じく愛知県の名古屋ダイヤモンドホールになっているんですけども、はい、なおと合同の生誕祭となっていて、一部が私のライブ、うん、で、二部がなおのライブというふうになっていますので、はい、ぜひぜひお近くの方は、遊びに来てくれると嬉しいなと思います。そして、一番大事な10月24日に、うん、オーバーザホライズンはちゃめちゃパシフィコというタイトルで、ワンマンライブを行わさせていただきます、はい。こちらが本当にシャチが今持っている、中で大きな、一番目の前にある大きな夢になっているんですけども、ここが成功したら、その先のまた大きな会場だったりとかもできる、はい、ちょっと明るい未来が待ってる、みたいな感じの、本当に大事なライブになっています。もうセットリストもこの間、第1項が上がってきたりとか、あとは、ちょっと、上げ曲のちょっと新曲があったりとかもするんですけど、うん、もう結構セットリスト見て絶句するぐらいのボリューム感絶句えっみたいな、なるぐらいのボリューミーな感じになっていて、はい、今のシャチとこれからのシャチを体現できるんじゃないかなと楽しみに私たちもなったので、うん、ぜひ皆さんも楽しみにお待ち
いただけると嬉しいなと思います、はい、ぜひぜひシャチのことをよろしくお願いします。お願いします。以上です。はい、ありがとうございます。はい、でこんなお時間でございます。スクラップからもお知らせさせてください。お願いします。お一つでございます。いよいよスタートいたします。リアル脱出ゲーム×名探偵コナンブラッドタスクフォースからの脱出がいよいよもうあさってとかしあさってかな、うん、木曜日から始まります。東京ミステリーサーカスを皮切りに全国を回っていく予定となっております、うん、シリーズ累計130万人以上が遊んだ大人気コラボのコナン脱出、8月12日木曜からスタートします、うん、こちらストーリーがですね、容疑者の名は赤井秀一、FBI の威信にかけて彼を見つけ出せと赤井さんをだいぶフューチャーしたストーリーになっております。ここでしか知ることができない衝撃のオリジナルストーリーになっております。そしてボリューム満点のリアル脱出ゲーム、ぜひお見逃しなく。また特典付き前売り券、赤井の事件捜査セットが付いてくるチケットには赤井秀一のネーム入りパスケースなど、ファンが見逃せないアイテムが付いてきます。こちら全国で開始されますので、ぜひふるってご参加ください、コナン脱出めちゃくちゃ難しいですがめちゃくちゃ面白いです、うん、今回もうわっていう仕掛けがあるようなので、ぜひねコナンファンの方、そして謎解きに興味ある方、ぜひ参加していただければと思っております。よろしくお願いします。お願いします。スクラップからは以上でございます。ありがとうございます。まさかの日付をまたいでしまいましたね。ねえ、うん、日付またいだことありましたっけ今まで。いやめちゃくちゃあるわ。あるかあるか。どんだけ私は終電逃したか。ここで止まるの今日。横に止まるわけないよ。ありがとうね、遅くまで。すいません、ありがとうございました。ありがとう。今日はね、お二人だからちょっと甘えてしまいまして、遅くまでやってしまいました。すいません、開始もちょっと遅くなっちゃったのが。すいません、お待たせしてすいません。たくさんメールもいただいてるんですけど、ちょっと感想のメールとかも来週ぐらいにちょっとなんか紹介できたら。また読みたいですね。いいかなと思いますので、メール、締め切ってますけども、送っていただいて全然大丈夫です。来週の月曜の夜7時ぐらいまでは、もうバンバン感想、フェス、改めてニコ生で見て、の感想とかでも全然大丈夫なので送っていただければ来週ご紹介したいなと思っております。はい。本日送っていただいた方もですね、もちろん含めまして、その中から、なんつうか、厳選して読ませていただきたいなと思っておりますので、たくさん送っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。すいません、皆さん今日は遅くまでありがとうございました。本当にありがとうございました。いやー、ありがたいことに。はい、こんなお時間でございます。1000人近くの方が。本当にありがとうございます。明日も早起きだろうに。そうですね。本当にありがとうございます。3連休でしたけど、今日お仕事の方もいたでしょうしね。そうですね。ありがとうございます。さあ、小倉さん、この2日間というか、はい、もうこのゆずきのフェス、はい、そして生誕祭という、はいね、最初でも言ってましたけど、充実した数日間だったと思いますけれども、はい、いや、楽しい日々でしたか。めちゃめちゃ楽しかったです。もう幸せでした、とっても。幸せでした。幸せでした。いや、ありがたいですよ。もうゆずきの部屋に関しては、はい、そのやっぱり第2弾につなげれるように、うん、もっといっぱい言っていこうかなって思いました、はいはいはい、うん、なのでまたその時にその来てくれる出演者の方が増えるように、はいはいはい、まあ、ゆずきの部屋毎週ねまた、うん、頑張っていきたいなって思うので、はい、場所のお二人もこれからもよろしくお願いします。すみません、本当にお願いします。よろしくお願いします。だけど生誕祭もすごい素敵で、いやもう生誕祭は大倉さんがずっと楽しそうにしてらっしゃったのが本当に、あ、生誕祭でいいなと思いました。なんかすごく評判良くてですね、うん、私名古屋が瀬戸利作ったんですけど心配になっちゃって、ああちょっと今回の東京の瀬戸利とまたちょっと違うんだけど、そうだからこの熱量のまま今から瀬戸利組み直します。大丈夫なんですか。うん、大丈夫。そうなんだ。もう東京越えなきゃいけないから、あ、そっか、今からもうこの熱量のまま。もう熱量がね、もう衣装となって出てますもんね。そうですね。まだ降りてきたまんまですね。降りてきたまんま。ステージから。いやけど、本当にその生誕見てると、シャシさんのグループの曲をね、もちろん歌うときあるじゃないですか。はい、あれ、お一人で歌うのが本当すげえなって思うんですけど。大変です。大変なんだ。大変です。大変って分かってるのにやっちゃうんですよね。いや、すごいなと思いました、本当に。いや、でもそれがね、また生誕祭ならではの楽しみ方なので、はいはい、ぜひぜひ名古屋の方も楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、ありがたいでございます。はい、というわけで来週、ゆずきの部屋フェスの感想も随時募集しておりますし、はい、今回の生誕祭の、感想メールも
同時に募集したいと思います。聞きたいです。なので、まあ、件名の方に分かりやすいようにしていただければ、自由にしていただければと思います。あとはルームネームなどをお忘れないようにお願いいたします。はい、お願いします。すいませんね、今日は長々とお届けしてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。上田さんと木山さんはね、もう2日連続でお会いすることができて、リモート越しでございますけども。うんうんうん。嬉しいですよ。今後ともちょっとゆずきの部屋、ちょっと出てくださいよ、うん、頻繁に。あ、ぜひ、ぜひよろしくお願いします。本当にありがとう。うん、ちょっとね、お二人には内藤ルナさんというライバルがいると思うんですけど。強いライバルがいる。すぐ内藤ルナさん出そうぜひね、木山さん、上田さんも、ぜひ、準レギュラーというか、まあ、皆さんもレギュラーですな。そうです。もう準レギュラーじゃないです。うん、もう、ゆずきの部屋、フェス出ていただいたら、もうレギュラーでございますので。いいあの、ゆずきの部屋ってどうやったら出れるんでしたっけ？え、連絡くれれば。はい、なので、ぜひ連絡、お二人していただければ出れますので。はい、ぜひ、いつでも、あの、告知したいことがあれば、言っていただけたら。はい。はい、じゃあ、上田さん、改めて、今回見ていただいたルーメイトさんに一言、上田さんからまずもらってもいいですか？あ、はい。あ、はい、皆さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。昨日のゆずきのヘアフェス、もう本当になんか私たちその日をもう本当めっちゃ楽しみに、リハーサルとかもいっぱい頑張ってきたから、なんかもう無事開催されますようにって感じだったので、うん、本当に開催されてすごい嬉しかったし、次はなんかもっともっといろんなグループの方とコラボとか、なんか謎解きもできたら楽しそうだなって思いながら。ありがとうございます。そう、行きたいなって思って楽しみにしているので、ぜひゆずきちゃん第2回も開催してください。はい、頑張ります。じゃあまたゆずきの部屋遊びに来ます。ありがとう。ありがとうございます。さあじゃあ木山さんも。ありがとうございました。はい、木山さんも一言いただいてよろしいでしょうか。はい、昨日のゆずきの部屋フェスのゆずきちゃんと瀬戸口さんを見て、なんかすごい二人の感じが、すごいナイスだな。ありがとうございます。すいません。最高なコンビだな。ナイス。最高なコンビだなって思って。あらまあ、ありがたい。私、愛もね、リコも一緒に最高なコンビになろうね。いやいや、もう最高なコンビにはなってるでしょ。最高のコンビだよ、もう私たちから見て。そうよ、そうよ。で、上田さんも一切はいとか言わないな。面白い。ぜひね、また本当にお二人出ていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ、大野さん。はい。あっという間でございますけれども。はい。締めいきますか。そうですね。ここでちょっと、あれなんですけども、お知らせなんですけども、はい、YouTube、私たち、はちゃめちゃチャンネルという、はい、その、はちゃめちゃパシフィコに向けて、企画、動画を毎週上げてるんですけども、うん、今ね、ちょうど一人ずつのフューちゃんの動画が上がってて、上がってますね、こうちゃんのやつと私のやつがもう上がってるんですけど、はい、今夜はなおのフューちゃんの動画。はるちゃんですね。あ、はる？あ、そうだ、はるの、そうだ、そうだ。そう、はるも、はる。ファルって言ってた。ファルも上がっています。ファルのもお魚で上がっています。はい、お魚で上がってますね。言い方わけわかんないけど。で、さばいてますよね。そうです。はい、で、ラストは、ラストです。あ、違う、全然私もやってないわ。そうですよ。多分一週間ごとにやってくるから、ね。あ、全然違うやつだ。あ、夏休みの企画のやつですね。はい、そうそう、夏休みの企画。夏休みで、すいません。ごちゃごちゃしちゃったんですけども、一週目が、その、春のお魚で、うん、すごかった。はいはいはい。そうなんです。で、今週が、なおの、企画となっています。で、なおは、洋楽のプレイリストを、作る。へぇー。っていう、なんか、なおがね、すごい音楽とかロックとか好きだから、はいはいはい、そういう、なんか、なおの趣味を生かした、素敵な、動画になっていると思います。うん、28分間も。なおが映ってる。結構。映ってる。動画に。あ、それのちょっとした子。なんかおしゃれなこういう感じみたいですよ。なんかすごいおしゃれじゃない？すごいなんかおしゃれな音楽番組だ。なんか MV みたい。あ、うわ、ちょっとモーニングルーティン的な雰囲気で。なるほどね。なおが作ったプレイリストでなおが動いてるみたいな。あ、すごい。だから、作業中とかに流すのもいいですし、28分間見るのもいいし、映像楽しむのもいいんだ。これ最高じゃない？これめちゃめちゃ嬉しくないですか皆さん。
ちょっとね、ぜひね、これはフルで皆さん見ていただきたいなと思っています。私たちのいつもお世話になっているワーナーミュージックさん、はいはい、レベルのワーナーミュージックさんの、あの楽曲がたくさん聴けるっていう素敵な、あの動画となっているので、そう、お掃除しながらでも何かの準備しながらでも寝る前でも、すごい素敵にいいじゃない、いいんじゃないかなと思うので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。以上ですかね。はい。はい。お知らせになっちゃってすいません。さあ、じゃあ、大黒さん、いつも締めいきますかね。はい。はい、改めて、愛ちゃんとリコ、夜遅くまでありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ルームメイトの皆さんも、あの、開始時間が遅くなったのにもかかわらず、最後まで見てくれて、とってもとっても嬉しかったです。もうみんなにね、たくさんゆずきのヘアフェス、楽しかったよって言ってもらえて、うん、あの、やる気も増幅したので。はい。これからもまた頑張っていきたいなと改めて強く思いました、はい、なのでこれからもゆずきの部屋を好きでいてくれると嬉しいなと思います、うん、ちょっとお別れの挨拶はあの皆さんからいただいたものでって言ってたんですけども、はい、今日は、まあ、今日はサクッと、はい、みんな明日からも一週間頑張りましょう。ちょっと辛くなった時は、ゆずきのヘアフェスのことを思い出して、頑張っていただけると嬉しいなと思います。はい、ゆずきのヘアフェスの様子、アーカイブもあるので、はい、ぜひね、今日の、あの、裏話も踏まえて、うん、見るとまたね、見方が変わってくるかもしれないので、ぜひぜひ見てみてください。はい、それでは皆さん、グッドナイト、おやすみなさーい。ありがとうございました。おやすみなさい。また来週お願いいたします。メールお待ちしてます。遅くまでありがとう。ありがとうございました。